毎度、毎度、こんばんは。店長の声入ってる？店長喋って声入ってるか。はい、毎度店長です。店長、音大丈夫でしょうか。店長、声ちっちゃい？大きい？ちっちゃい？ちょっと、わかんない。どうでしょう。こんばんは、こんばんは、皆さん、こんばんは。ダブってる、ダブってるのは団長のせいかな。ミュートしてないでしょ。ミュートじゃない、ループバックのままになってた。いつもだ。同じ失敗を何度もする。いや、店長ちょっと小さい、ちょっと上げます。ああ、この辺かな、ちょっとうるさい。どうでしょう、声がメカっぽい。大丈夫でしょうか。どうだろう、治ったかな。またやらかした。ループバックにすぐしちゃう。だいぶ良くなった。大丈夫かな。メカ延長って言われてる。配信中でもまたうるさいとか音小さいとかあったら言っていただければ調整しますので、はい、よろしくお願いいたします。やや小さめ。やや小さめ。ちょっともうちょっと上げとこうか。うんね、よいしょ。こんなもんかな。あ、これ私の方だ、やべ。園長の映しちゃいけないのが一瞬映った。おいおい。一瞬映った。おい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 。アーカイブでは放送事故じゃねえか。切り抜いておきます。疑惑だったらちょっとまた別の。ちょっと、一号やらかした。マジのやらかしじゃん。マジのやつだよ、今の。ちょっと待ってよ、シャバいシャバい。これちょっとアーカイブ出すまでそこまで削っとかんと。うん、編集しとくわ。ここからだね。はい、はい、ここから。はい、毎度園長です。失礼しました。団長です。みんなこんばんは。よろしくお願いいたします。ちょっと待ってね、ちゃんともう一回ちゃんと園長の画面映すから。やらかしたわ。よいしょ。まあこういうのもね、生の面白さだよね。アーカイブで編集します。ちょっとあわや笑えない。あのアーカイブで見てる方に言うと、今団長が写してはいけないクリスタの絵を写してしまいました。おそらくアーカイブではカットすると思います。失礼しました。あのいろんな意味でシャレにならないよね。規定的にもアウトだし、あの未公開だし、未発表のいろんなものが入ってるあれだから勘弁してください。マジですいません、泣いとくわ。すいません。ちょっと後でちょっとあの、はい、呼び出しです。ごめんなさい。はい、大変申し訳ございませんでした。あの放送後のあの団長のツイートがなかったらみんなお察しみたいな感じで。ごめんなさい。これどうすんだっけ。これどれで園長映すんだっけ。忘れた。これかな。あ、ちょっと待って、また違うのが映った。事故る。これも事故だ。よいしょ。ちょっと待って、マジでこれどうやんだっけ。団長、え、団長忘れた。よいしょ。画面共有をしてるでしょ、ちゃんと。してるしてる。これどうやって映すんだっけ、ディスコの画面。待って、団長調べるから、園長ちょっとお話しして。いや、ちょっと園長も、ね、また例によって、あのまだあの YouTube の、あ、つながった。ん、いや、まだね、 iPad が優先化できてないから。あ、そうか。例によってYouTube がちょっと痛々しい感じになってる。ちょっとじゃあ園長のあれだったら、あの団長の代わりにコメントを、コメントじゃない、来てくれた人たちのお名前を。いや、だから園長あの YouTube のコメント欄で見てるから。うん、いや、あ、そうか、あの綺麗。端から端から飛んでっちゃうんだよ。あ、そうかそうか。ちょっとそれはじゃあちょっと待ってて、うん、ちょっと待ってて、今急ぐから。あの園長今ちょっとツイートでもちょっとつぶやいたんですけど、今あの吸血鬼すぐ死ぬを編集さんにおすすめして読み始めました。おすすめしてもらって、あれめちゃくちゃ面白いです。園長ああいうね、日本ギャグ漫画が
好きですね、延長は。ああいうタイプのゆるーく読める感じ。メムメムちゃんとかも好きです。かわいいよね。吸血鬼すぐ死ぬはめちゃくちゃかわいい。もしまだ未読の方おられましたらおすすめでございます。どれだ、どれだ、マジで、マジでできてないじゃん。じゃあなんかお話でもしようか。これじゃない、どれだ、本当になくなっちゃった画面が。やだ、ちょっと待ってね。本当に時間かかりそう、うん、本当に時間かかりそうなら本当に長い話するけど、出て、ちょっと待って。じゃあちょっと園長、持ちネタの小話ですね。うん、ちょっとじゃあ大阪弁で喋っていい？これ持ちネタだから大阪弁の方が喋りやすいかもしんない。あ、また言うと思った。もうどっちもグダグダやな。あ、これ、はい、じゃあちょっと小話をしますね。皆さん、地震、雷、火事、親父という言葉をご存知でしょうか？これね、まあよく言われる怖いもの代名詞ということで、地震、雷、火事、親父と、まあここで親父としてオチをつけております。これ結構昔からある言葉で、まあいつぐらいかな、いつぐらいか具体的には分かんないけど、まあまあ歴史のあることわざなんですけれども、この親父、一見ギャグにも見えておりますが、これ実は昔は親父ではなくて大山路って言われてたんですよ。地震、雷、火事、大山路で、この大山路が何かっていうと、大きい山の風って書いて、いわゆる嵐のことを指してたんですね。地震、雷、火事、嵐、大山路、まあ、その大山路が鉛になまって親父になっていったというわけです。オチをつけられたという感じですね。まあ、これが本当の親父ギャグということで、これ園長の持ちネタでございます。全然聞いてなかった。面白い話してた今。面白い話してた。大丈夫？もう終わった？多分これでできる。ちょっと待って。おいよ。おい。これできんじゃないかな。うん、よ。いや、園長も今ね、YouTube 止まっててコメント見れてないから、ものすごい不安。みんな、へーって言ってる。へーって言ってる。うん。ドッとかじゃなくて。あ、ドッとも言ってる。待てね。まあ、ちょっと落語的なお話でございました。いや、こうして、そして、あ、園長動いた。動いて、んで、こうしたら、だから配信は余裕を持って準備しとけと言ったのに、この人ね、10分前まで紅茶入れてたんですよ。バラさないで。バラさないで。大丈夫、もう大丈夫、慣れたからって言ってました。全然ダメじゃねえか。バラさない。バラさないもう。はい、Cさん、こんばんは。ちょっと待ってね。園長今コーラの炭酸を抜いてます。ちょっと園長炭酸好きなんですけど、炭酸強いの苦手で、弱炭酸ぐらいが好きなんでございますね。いつも冷蔵庫に入ってるコーラの蓋が開いてる。あえて炭酸を抜いてるんですよ。気を抜く。できた、できたよ、できたよ、準備できたよ。かけるかな、じゃあ試してみようか。できたよ、よいしょ。もう、うん、オッケー。ちょっとごめん、園長、猫さんが、ちょっと、うん、ね、猫さんをかまってきます。一瞬だけ。はい。園長、猫かまいに行ったった。よいしょ。じゃあ、その間に来てくれてる皆さんのお名前呼びします。ごめんね、遅くなっちゃって。で、いろいろ事故ってごめんね。よいしょ。じゃあ、上から行きます。ニョロニョロさん、ピースさん、アレックさん、あ、ちょっと名前読み中だった。ハルポテさん、タブさん、そば初、そば染めさん、ずんだもちさん、夢の旧作さん、文豪がいるぞ。
白くま551333、くましーさん、メロンみかんさん、カルラさん、ガーネットさん、いとつさん、ゲンジー1991さん、夢の旧作さん、これは、セキレイさん、オルトさん、ずんだもちさん、ビーナさん、あやせ、あらためさん、はこはこさん、はるぽてちゃん、ぽんぎつねあこんさん、はるぽてちゃん、あにこてさん、くましーさん、みろろさん、みつねことたろうさん、にょろにょろさん、はるぽてちゃん、ティティさん、おっきんさん、げんじ1991さん、ほずみさん、アクシズチャンネルさん、ゆめのきゅうさくさん、ごんぎつねこんさん、こめぞうさん、りーなさん、ケン、クラフトラボさん、ペンのすけさん、アレクさん、もぐもぐ57さん、チタータップさん、トラサワのにみそにさん、松田心さん、そば初そば染めさん、セラマドカさん、ずんだもちさん、今月ねこんさん、夜ふくろうさん、はるぽてちゃん、夢の旧作さん、メロンみかんさん、ずんだもちさん、おききんさん、あやせあらためさん、せんべいえびさん、ピースさん、塩焼きさん、クーナさん、ガーネットさん、ネオケン六円さん、山田さん、あとね、田中太郎さん、嘘つきさん、あとは大丈夫かな、読み、ちょっとスクロールして、他にもこんにちはって言って、こんばんはって言ってくれてる人読むね。あるアップル好きさん、あと C さん、ダメだ、あと読みます、間違え読み抜けてる人がいたらごめん。あとマイチャンネルさん、皆さんこんばんは、ごめんね、マジさ、しょっぱなから、なんかもう書き始めてるし。しょっぱなから、あ、ナオトさんもこんばんは。トゥンさんこんばんは。アルさんもこんばんは。しょっぱなからいろいろ申し訳ねえな。大変失礼しました。なんだよ、ローカルな探し方してた。なんかさ、コメントビューワー的なもの入れるといいよって教えてもらったんだけど、まだ入れてないんだよね。はい、ビストロンさん、くましーさん、ライオン丸さん、こんばんは。みんな、ゆっくりしてってね。あ、団長今慌てすぎてすごい口がカラッカラになっちゃったから水飲むね。よいしょ。よいしょ。てんやわんやだった。ああ、やばかった。大変失礼しました。園長はもうなんか書き始めてますね。園長これ誰書いてるんですか？園長はね、前いただいたリクエストの続きから始めてるよ。ナランチャ書きます。ナランチャだって、徐々に大きいものには冒険のナランチャ。あ、そこはわかるんだ。聞いたことある。ならんちゃーって叫んでるの見たこと。水こぼしちゃった。はい、あたたさん。こんばんは。紅茶飲むし、お水も飲む。紅茶がまだあっちいから、先にお水飲んだわ。ちゃんとは、いにしえのネット民だから、読み上げがしたい。よいしょ。これとか。
みんなナランチャ好きなのね。園長無言で書いてるからなんか喋ってよ。絵描くときはちょっと園長黙っちゃうよね。黙っちゃう。でもね、それじゃダメなんだよ。なんか喋りながら、うん。でも団長がわたわたしてる間結構喋っといたよ。それはありがとうございます。非常に、ね、申し訳なかった。カワウサ動画から来ました。あ、今日あげた。今日のお昼にアップロードしたカワウソ動画、見てくれましたか？ありがとうございます。ありがとうございます。光栄さんかな？くれないの影と書いて。オブでは、一番延長っぽいっちゃ延長っぽい。ならんちゃならんちゃ延長っぽいって。ほんと、まあ、美少年に近いからね。スパちゃん投げれない。あのね、団長たち、あとちょっとで、あの、収益化が通ります。あとね、ちょびっと。今月中に通ったらハッピーだよね。そうだね。目標はまあそこかな。うん、今日、園長、若干声低くてショタっぽい。園長の声がさらに低くてショタっぽいとは。さらに低くてショタっぽくなるって面白い現象だね。うん、見てくれたハワソ動画。いい魚食べてたでしょ。オブさんたちも歯磨きとかするのですか？ね、麦はするよ。麦はね、団長がね、歯がいじめにしてね、ゴシゴシする。他の生き物、猫もさ、団長たまに挑戦するんだけどさ、すっごい嫌がってうまくできない。だからなんか、歯磨き系のおやつとかあげたりする、他の動物は。スパチャ用に予算。みんなの通帳のアップはいいか？うん。ぶっけた。まあ、園長はあれでしょ。あれだな。YouTube と今、ラグがあるな。あ、本当？うん。まあ、こっちの問題だからあんまり関係ない。ほかほか。麦の耳掃除もするけど、耳掃除は割とね、やらせてくれるんだよな。でもなんか、あの、耳掃除中に嫌になると、なんか突然、あわーって言って逃げる。カワウソいいもの食べてた。あれね、結構いい刺身だったよね、あれね。あの、いいお魚屋さんの切れ端詰め合わせみたいなやつだった。かわいそうにとってのお刺身って、豚骨ラーメン並みにうまいんだろうな。あー、大トロとかそんな感じかもね。あんまり、なんか食べ過ぎ良くないから、いっぱいはあげられないけど。あの動画ではちょっとご褒美も兼ねて、たっぷりあげました。うん、歯磨き用のおやつとか、あと結構、あの、なんだろうな、馬のアキレス腱とか、なんかそういう筋張ってるおやつ、あの、犬用とかで売っててさ、そういうのをガジガジさせると、こう、あの、歯磨きの歯間ブラシみたいな役割をするみたいで。だからね、それでね、そういうのもいいみたいね。収益化されたら仕事に行くモチベがある。みんな、経済回してく。そして、あの、クジラ川動物園の動物たちのおやつがさらに豪華になるよ。ね、うん、間違いなく全部餌代に消えるよね。そうそうそう。優先的に。はい、アルフさん、こんばんは。カバンさんのご飯見てるだけで幸せになりました。うん、ありがとう。バイト戦士なのでスパチャはあんまりしないかも。メンバーは入りたいな。いや、いいんだね。もう見に来てくれるのが一番嬉しいから、団長たち。これは間違いない。ね。うん、もう何よりもそれだよ。うんうん。まあ、そのためにもね、団長たちも楽しんでもらえるように、
頑張るから面白い配信をね頑張りますので、みんなもこの配信面白かったよとか、なんかマシュマロとかで送ってくれてると参考になる。めちゃめちゃ今度四国水族館でカワウソ見ていきます。あーいいな、水族館。なんちも水族館行きたいな。カワウソ食べるときって掲げるんですね。ナランチャ完成です。お、ナランチャ完成。見たことあるこの人。よいしょ。コウモリさんの。今日はできるだけ、あの前回はほとんど顔だけだったんですけど、一つ一つのリクエストを大事に書いていこうかなっていう気持ちを持ちながら、ね、でも明らかに苦手そうなのはちょっと顔つけたささっと書く。そう、例えばね、あの一応今は先週かな、先週のリクエストの続きから書いてるんですけども、これが一通り消化できたらあと 5,6 キャラぐらいかな、また新しくリクエストを募っていこうと思っております。なるほど、いいね、うん、やばいね。次は、窓マギのさやかちゃん。ここまで難易度高いね。ここまで何分だ。いや、まだ書き始めたのは10分ぐらいじゃない。おお、さすがだね。バケモンだよね。スパチャ送ることで餌代になるのなら俺らが一部飼ってると言っても過言ではなくなる。過言です。いや、でも過言じゃないかもしれない。うん、過言ではない。うん、うん、うん。クジラか動物園の動物たちがよりより豊かに。さやかちゃん難しいな、パーツ多い。さやかちゃんはさ、団長の方が得意でしょ、これ絶対。さやかちゃん、まあ団長はああいう顔得意ね。団長描いてよ、団長も。いいよ、開くか。よいしょ。大丈夫、もう事故起こさないでよ。もう大丈夫。もうこの画面から動かさなければ、園長が何か映さない限りは大丈夫。いや、本当に園長書くの早いよな。団長のね、多分ね、3、4倍はあのリアルに早い。園長にコウモリちゃんの擬人化やってほしい。大森ちゃんの擬人化。動物擬人化ね。擬人化は即席で書けねえだろう。いけんじゃね。さやかちゃんの資料がない。よいしょよいしょ。窓まぎはまりましたね、園長も。よいしょ。窓まぎおもろいもんな。ただ園長、あの基本ハッピー園中なんで1回2回しかもできないけど。でも結構ハマってたよね。家になんかコップとかあったじゃん。うん、キャラグッズとかの方にハマってたね。なるほどね。爬虫類とかもリクエストいいのかだって。いいけど多分書けないよ、資料を見ないと。期待に応えれるものは書けないと思う。今園長の目線にいる生き物ならいいんじゃない。メルテンスモニターとか見ながら書けるじゃん。メルちゃんもう寝てるよ、水入れの中で。ほうか。まあ団長も書こうか。あ、煙くん、団長のイニシエのオリキャラ。懐かしい。まあ、リクエストはおいおいね。うん、そうだね。ディートリッヒも団長のイニシエのオリキャラ。団長の昔飼ってた太顎ひげトカゲの擬人化。あれ考えたの中学校の時とかなんだよね。中学校の時にオリキャラ作ってるのすごいよね。そうかな。中学校の時めちゃめちゃオリキャラ作りまくってた。あの、それが園長の時代はね、まあ地域性もあるのかな、基本的に絵描くやつはもうオタクっていう感じだったから、うん、あ、はいはい、結構ね、高校入ってからぐらいはそうでもなかったけど、中学の時はあんまり表出さなくて、こう絵を描く仲間内輪だけで楽しんでたって感じで、園長はずっと
を模写やってたんだよね。それこそ方針演技のとかジャンプ漫画の模写をやってたんだけど、うんうん、それを中学の時の、 あのその絵が好きなクラスメイトとかにこうお互い見せ合ったりするじゃんね、はいはい、その時になんであの模写ばっかりなのって言われて、うんうん、模写以外何するのと思ったら、その好きなキャラクターに好きなポーズを自分のこう画風で描いてみたいな、あ、はいはいはい、話を聞いて、あ、そんな絵の境地があるんだと思って、そっからですね、園長が自分の画風というものを考え出したのは。そうなんだ、へえ、うん。園長は模写からの人だったんだね。完全に、まあ、模写って言ってもデッサンじゃなくても漫画の模写だったけどね、それも。あ、はいはいはい。ちょっと遡って団長の放送事故見てきた。やめて、見ないで見ちゃダメ。ん、団長の放送ニコ生、違う、さっきのやつ。ああ、リアルリアル見ちゃダメ。それは見ないでおいてくれ、園長との約束だ。ほんと、みんな内緒だよ。ああ、あのこれあれじゃん、クラスのみんなにも内緒だよのやつだ。いや、さやかちゃんむずちょっと待って、団長も今から書く。園長ね、書いたことないんだよね、好きだけど。窓マギのキャラ、あー、意外に青木先生のキャラってもう難しくないか。でも団長も書いたことないやね。青木節が強すぎて難しいんだよな。まあ確かにね。でまたそれをさ、うん、シャフトがマッチしてるじゃんね。うんうん、なんかあれのファンアートを描くのがちょっと恐れ多かった、園長は。ああ、世界観が確立されすぎてて。うん、なるほど。ひだまりスケッチとかも好きだからね、園長。ああ、ひだまりいいね。男女ってほんとバカ。誰馬。うん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 、あの遡らないでくださいね。みんな内緒。シーだよ。このシーン制服か、しまったな。余計さやかちゃんじゃなくなるぞ。うん、絵柄独特だし、あの、なんだろうな。でもなんかいろんな人がね、あの描いてるファンアート見ると、やっぱ記号化は上手だから、やっぱり。うん、だから誰が描いてもぽくはなるキャラでもあるとは思う。だってでも今団長も描こうと思ったけどさ、よいしょ、高解像度さやかちゃんが見つけられないんだけど、制服でいいかな。よいしょ。フリじゃないです、フリじゃないです。よいしょ。よいしょ。うん、確かに見ちゃダメって言われるとね、見たくなるよね、そりゃね。それはわかるんだが、でもダメ。でもダメ。よいしょ。ワンピースのキャラも難しそう。あれ、ワンピースのキャラはもう園長もう何も見ずにパッパとかでる。ワンピースのキャラはマジ園長全員何も見んで描けるよ。ね。団長がハンターハンターのキャラ描くようなもんだ。でもさ、団長よりもさ、ハンターハンターのキャラもさ、園長の特徴を捉えるのうまいんだよな。まあ、それはしょうがない、うん。少年漫画はやっぱ園長に部があると思う。もうね、少年漫画のキャラ、こう、デフォルメが、そういう、なんだろうな。キャラクターのデフォルメが園長うまいよね。うん、でもあのちいかわとか前回見ていただいた通りだからね。そうね、あのマスコットキャラはそんなだね。だからさ、前にさやったさ、あの団長と園長2人であのなんだろう、お絵描きバトルなんかね、昔やった時、あのガッシュ描いてたもん。ああ、ガッシュも描けないね、園長。そう、あの園長はすっごいあのガッシュを、なんだろう、画力であの
任そうとしてきたんだよ。バラすなバラすな。もう一枚絵みたいなのをバーって書いて送ってきたんだけど、団長の方に似てた。うるさいよ。残ってないかな。昔のやつ。いやあれ恥ずかしいよなあれでもちょっと。本当？はい、さやかちゃん完成です。お、団長が書き始めるよりも先に書き終わってしまった。でもいいや、キューベ書いてみようか。あ、キューベいいね。園長にハンコックをジャンプで乗せれる範囲でドエッジに書いてほしい。ハンコックはもうだって存在がドエッジだからさ。まめまめさん、こんばんは。お仕事お疲れ。あのちいかわはすごかった。バスケがしたそうな顔。バスケがしたいさやかちゃん。これ何？キューベ？キューベ？輪っかそこじゃなくない？え？違ったっけ？輪っかそこじゃないよ。もうちょっと、ね、根元長いよ、ね、根元の方でしょ。根元の方とは？耳のあの。本当だ、バスケしたそう。バスケがしたいですって泣いてるさやかちゃん。主役の根源だね。キューベ。ちなみに園長ね、あれ多分ね、多分だけど書いたことないけど、安西先生めちゃくちゃうまいと思う。あー、うまそう安西先生。このタプタプの顎ね。この感じが特徴なんだよね。はい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 、この感じ、このライン。はい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 。あー、さすが。メガネとね。メガネ丸くなかったっけ？丸じゃないっけ？いや、丸じゃない、四角。間違いなく四角。顎の時点でうまい。ね、あの顎タプタプできるさ、やつ昔なかった。安西先生の顎をタプタプできるなんかマシンみたいなのがあった。嘘でしょ。ほんとほんと、なんかジャンプショップかどっかに展示されてたんだよ。マジか。うん。安西先生っぽい。髪の毛どんなんだったっけね。こんな結構ね、この切れ目がねしっかりしてんだね。切れ目っていうか生え目が。あ、はい、あ、そうだね、確かに確かに。おーおーおー、近くなってきた。あ、なかったっけ、顎タプタプできるやつあったよね。団長今日すごい滑舌悪いんだけどさ、なんで？酒飲みすぎじゃね。違うよ、なんかさ、まあちょっと違うけど、ああ結構近い。もっとなんかあれじゃないっけ、刈り上げみたいな感じじゃなかったっけ。髪難しいね、髪はっきり覚えてないや。なんかね、髪の毛刈り上げだった気がするなあ。アデランスの安西さん、確かにちょっと髪が長くなってる感じするね。うん、トリンプさん、毎度ゆっくりしてってね。あ、でもすごい似た。なんか、何したの？今一瞬。あ、やっぱり髪の長さ、大きいんだ。あー、似てるね。さすが。やってる場合じゃないわ。次行きます。ウォルターとリップバーンは書いたから、神格。これ多分あれだよね。確か、なんだっけ、原神のキャラだったかな。あー、はいはいはい。なんか、麦はなんかしてる。麦ちゃん何してんの？麦ちゃん！麦！何してんの？何バタバタしてんの？この固めのキャラクターだよね、多分。これちょっとさすがにきついから、顔だけでご容赦いただきたいな。麦ちゃん。飲酒配信、飲酒配信またやりたい。ん？飲酒配信またやりたいね。お、いいんじゃないですか。こ
今度飲酒マリカーとか、なんか飲酒ゲーム配信やりたいな。何、飲酒ゲーム配信？うん、酒飲みながらゲームして何するの？ホラゲー？ホラゲーじゃない、なんか多分操作しっかりするやつの方が面白いと思う操作しっかりするやつの方が面白い、どういうこと？え、なんか飲酒運転みたいな。はい？え？え？飲酒運転みたいな、どういうこと？アウトじゃん。なんか生な飲酒運転生配信。グランツーリスモとかやろうか。ムギムギのいたずらバレた。あえて酔っ払ってヘトクソなプレイをするのを楽しみたいってこと？そう。でも団長そういえば、だってさ、あなたさ、酔っ払ってても酔っ払ってなくてもゲーム、そういうなんかフラフラした操作じゃん。そうかもしれない。今はね、途中まで行って気づいた、それ。うん、団長もともと下手だった。飲酒マリカ、酔いそうだね。ふんふんふん、麦麦怒られた。麦ちゃん、ああ、フォトショップ起動しちゃった。麦ちゃんおいで、麦ちゃんおいで、こっちおいで。園長のね、弱点はね、実はこういうちょっとお姉さんキャラもちょっと苦手なんだよね。意外、普通に書いてんじゃん普段。いや、めちゃくちゃあの書き直す。ああ、なるほどね。やっぱりね、おっさんだよ。おっさんが最強だよ。書いてて楽しいし、書きやすいし。ああ、おっさん、あれだもんね。あの、下書きなしの一発書きで完成させられるもんね。うん。まあ、園長は基本、下書きしないけどね、最近特に。ああ、そういえばね。園長はなんかね、あれなんだよ。あの、ヒミレブとかの、あの、漫画のね、原稿を、この人、ネームの状態から完成させるんだよ。まあデジタルだからこその技だね。うん。恐ろしいわ。なんか、あの、団長みたいなさ、あの、あれだべとかは、もうすでにデフォルメだから、団長、もう、あの、2巻あたりから、団長も、あの、下書きなしで書いてるんだけどさ、あれだべは。あれならいけるけどさ、園長みたいにこうちゃんとした漫画絵でそれできるのすごいよね。え、あれためでいけるなら全然いけんじゃねえの？なんか違うか。じゃあ、だってあれためはなんか、うん、楽じゃん。線少ないし。そういうもんかな。やばい、神格、うん。全く前知識がないからすげえ調べながら書かなきゃ書けない。園長は竿役書くのが一番。確かに。いや、そう。いや、でもね、園長の描く竿役は、ちょっと綺麗なんだよね。あ、そうそうそう。園長の描くおっさんってね、清潔感あるんだよ。あの、例えばさ、汚いおじさん描けないんだよね。汚いおじさん描こうとしてもさ、ブサイクだよ。ブサイクなんだけど。うんうん。あ、大暮先生も描くの早いんだ。あのクオリティで早く描けるのすごいな。あの人で早いのは反則だろ。うん、喉がイガイガする。ちょっとミュートする。あ。なんかこういうちゃんと、なんだろう。ちゃんとしたおっさんなんだよね。あ、骨格とかが。はい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 。園長が書くとどうしても。済んだブサイク。その表現は確かに近いものがあるね。そこがね、難しいところなんです。うんうんうん。なるほどね。うん。園長の作品、汚い人が出てこないから本当に最高です。いつもお世話になってます。だって。だからこそ安心して見れるって人もいるよ。逆に、そうか、そういうあれもあるのかな。うんうんうん。あれだもんね、園長、何より、
おじさんの書き分けうまいもんね。書いてて楽しいね。うんうん。キミレプの社長さんが好き。ありがとうございます。後藤田社長みたいな可愛いおさん、みんな社長好きだね。なんかね。うんうん。まあ、やっぱベジータみたいなとこあるからかな。悪いおっさんとして出てきて、結局なんか人のいい感じに落ち着いちゃってるから。いや、心拍むずいな。うん。生おこたさん、こんばんは。延長ニウム補給に来ました。はい、んん延長ニウム補給、お疲れ。たっぷりと補給しててくれたまえ。たまに竿役の見た目が異質すぎてそっちばっかり印象に残るやつあるよね。ああ、あるある。でも園長名前出しちゃっていいのか。あのやっぱチンチン亭さんとかの竿役好きなんだよね。まあいい子はググって悪い子でしょ。悪い子でしょ。悪い子はもう知ってるはず。あ、なるほどね。団長いい子だから知らないよ。え、ちんちん知らない？知らない。そうか。うん。社長の飼ってるカエルは絶対タプタプ。確かにタプタプ系好きやな。いい、ね、うんうん。コーラを飲ませてるシーンが好きです。なかなかフェチいところを。あれね、あれ園長あのシーン好きなんだけど賛否両論でしたね。まああれは受け入れられる人とおられない人の差がはっきり分かれるでしょう。ダメか、もう程度が分かんねえな。成人畑出身の難しいとこだよね。なんかバランス感覚がもう失われてる。はい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 。心拍これでいいかな。ちょっと頭の飾りが分かんねえ、さすがに。うんうんうん。ああ、いいね。お姉さん、確かにここら辺の年齢のお姉さんキャラ珍しいね。うん、あんまり普段描かないね。うんうん。ここにいる人は大体アリ派だろうね。あの、コーラのシーン。うんうんうん。左右の差がすごい。レプタイルズの映画見てるんだけど、ペットショップの中にジョータローいるやん。あ、結構園長いろいろやってたよね。あのモブキャラに好きな漫画の作品とかのキャラを登場させる。そうそうそう、もうネタなくなったなって感じ。探してみると最初の方の巻にはいるよね。お、新格さん。新格。パチパチパチ。コーラじゃなくてオランジーナ。オランジーナだったか。団長と麦のデフォルメイラスト好き？ほんと？団長結構、麦格の好きなんで、ね。OK、次行くぜ、うん、次、あ、これね、ソニコ。ソニコ、スーパーソニコちゃんか、おっぱいだ。ソニコ、ソニコ、ソニコ、ソニコか。文字に味がある。ソニコ、ちょっとめんどくさいよね、書くの。あの、ヘッドホン？それ。それな。ヘッドホンか。店長ね、ああいう小物書くのものすごい苦手かつ嫌いなんだよね。最初の体型めっちゃ好き？本当？ありがとう。店長、あのアニメーション気に入ってる。延長バージョンも作りたいんだけどさ、あの、ああいう、なんだろう、アニメーションっぽいやつ作るの結構時間がかかってさ。だからむずい。うん、YouTube のギリギリを攻めた絵も見たい。ギリギリか。てか、まさに団長今すごいこと気づいた。
ツイッターに始まったよって言ってない。そうだった忘れてた。今やろう。Hey Hey ツイッター忘れてた。よいしょ、ちょっと待って。はい、いやお忘れてた今やった。あれ、園長の目がハートになった。そしておっさんが消されたうんうん、なにこれ、デフォルメできるパーツ多いけど全体的にディテールが多いに。あー、なるほどね。のにこちゃんね、確かにでも人気な、ずっと人気なキャラだよね。うんうんうん。あれ、園長喋ってる？ん、生きてるよ。ああ、びっくりした、びっくりした。今ちょっとツイッターいじってたから。ああ、はい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 。園長でもね、あ、でもね、そう、ここの配信に来てくれて、特にその園長のキャラ好きって言ってくださる方は、多分ハマってくれる方多いと思うんですけど、あの、ソニコちゃん作ってるのどこだっけ、これ。ニトロプラスさん。あ、そう、ニトロプラスさんが昔出してたゲームのキャラクターで、ね、なんだっけ、アザナイルでしょ、アザナイル。そう、アザナイルの、ノーコ。ノーコっていうキャラクターが園長をトップクラスにぶっ刺さってるの、性癖に。っていうか、園長の性癖変えたと言っても過言ではないぐらいだから、みんなぜひググってみてください。あれなんだよね。そのニトロプラスさん、絶対さ、あの、王権好きな人がいてさ、王権って大月健二さんね。で、あの、まあ、ニトロプラスのそのアザナイルの前にスマガってゲームがあって、そのスマガの方は、あの、あれなのよ。その大月健二さんが主題歌を歌ってて、で、それでアザナイルは、その、王権の、あの、やってるバンド、特撮にアザナイルって曲があるから、絶対そっちからも撮ったと思ってる、男女は。そうだね。多分そうだね。はい。はい。あれだけ。ああ。みんなおっさん消えたの悲しがってた。園長の金賞聞きたいなって。園長金賞歌えない。あれだけ歌えるじゃん。あの、混ぜるな危険。歌えない。団長歌えない。団長好きじゃん、金賞。好きだよ。さやの、さやの歌いいね。うん、ワンコロマチさん、こんばんは。園長って絶対風船おっぱいにならないよね、初期。だって、園長はおっぱいにま、なんか並々ならぬ情熱あるよね。いや、ない。ないんだ。いや、もう本当にでかいおっぱい描くとき、本当に苦しいなって思いながら描いてる。でもね。なんだ。うん。だからこそこだわるのかもしれない。ああ、はい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 。うん。まあそもそも貧乳と男の子率が高い。まあそれはね、それはね、男長にも園長にも言えることや。今はね、スーパーソニコちゃんを園長書いてます。ね、これから書くキャラクターみんなメンヘラ化してもいいかな。そしたらもっととなんかこう筆が乗る気がする。それはキャラの解釈としてあの解釈違いを、解釈違いのオタクが切れるぞ。ノーコ可愛いよね。確かにいいキャラなの。可愛いんですよ。ただあれ、アザナエルエロゲーなんですけど、ノーコはね、あの B 地区が出ないんですよ。なんだ。出ないんですよ。
もうそれだけがね、延長心残りで。攻略対象じゃないってこと？いや、攻略対象でシーンはあるんだけど、基本着衣なんだよね。あそう、だからね、園長なんとかして見たくて、いろんなグッズ買い漁ったんだけど、水槽一枚も出てこなくて。なるほど、そういうキャラだったのか。悲しいね。もうそれだけがね、もう悔しくて悔しくて。悲しいね。一時期訴訟まで考えたよ、ね。それは残念だったね。残念なんてもんじゃないよ。配信お疲れ様です。ヒミレプとあれ食べ読んでます。もどきさんありがとう。いらっしゃい。ありがとうございます。ゆっくりしてってね。あと何キャラ書いたら延長リクエスト募集になるの？今、ソニックを書いて、コウキってなんだ、うん、あとママユと、リナだから、あと3キャラだね。ちょっと飛ばそうか。そうだね。あと3キャラ書いたらリクエスト募集があるそうです。こういう時漫画家さんなら自給自足ってわけにはいかないんでしょうか？自給自足をするにしても、それはそれとして別として見たいよね。公式の、ね、絶対自給自足しない派なんですよ。いや、するはするんだけど、うん、基本公式のみで、公式を現実として受け止めたい派なんで。うんうんうん。公式至上主義ね。うん。一番好きな色気。団長、何かな。団長の一番好きな色気は。あなたなんかいつも言ってるじゃん。うん。なんだっけ、エンジェルビーツ。違う、あれはアニメだよ。あれって、アニメだよね。エンジェルビーツアニメしか知らないから。あれってゲームとかだったりすんの？そうある。団長がね、好きなのは、あ、でも一番好きなのはキラキラかもしんないな。あの、ロックバンドやる。あ、なんかそれも聞いたことあるな。うん。うん、うん。どんなキャラだろうとググったら、駿河屋のグッズで裸エプロンからチラ見えのはありました。だったよ。園長。え、本当に？本当。え、マジで？ちょっと待って。え？ああ、嘘。今見れない。調べよう。なんか園長ね、足がめちゃくちゃエロいやつは持ってんだけど、あ、その後に出たんだな、多分諦めた後に。ああ、なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。何でググりました？教えてください。駿河屋だから、駿河屋っていう、なんだろう、中古同人ショップみたいな。うん、わかるわかる。駿河屋さんはわかるよ。うん、あそこで。団長買っといて。調べて買っといて。今この間に売り切れるかもしれないから。うん、うんうんうん。ノーコのおっぱいマウスパッドある。へえ。いや、グッズちゃんとその後継続して出てんだな。諦めちゃダメだな。そうだね。今更なのですが、園長のデレマスの担当は誰ですか？園長は小梅 P ですね。そうだね。団長も小梅 P です。うん、ただ最近ちょっとね、リアムに浮気してます。ああ、そうだね。園長も、うん、もちろん小梅を第一に置いた上で制裁小梅推しを第二夫人って感じ。第二夫人だね。そう。愛人やだ。エンジェルビーツ、あ、そうか、後からゲームが出たのか。なるほどね。調べてあげよう。よいしょ、メール。これかな。よいしょ。うん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 。大こなし、大こなし。なんてこった。いや、後でもうちょっとググるわ。そうなんね。そうするといいさ。誰か持ってない？これ大丈夫？これダメ？これ大丈夫か？肌色塗らなきゃ大丈夫なのかな？うん、ちゃんと下にタイツ着てるから。下にタイツ着てるから。腕のところにライン書いときな。手首あたりに。うん、ゆうかさん、こんばんは。今はリクエスト返信中です。いや、なんか、ごまかしてる。
あ、基本 P は1票足さない。まあ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 。これは、まあ。もし怒られても、まあまあ、今みんなが喜んでくれるなら。収益化が遠のく。まあいいじゃん。主戦度が。お団長が悪いみたいになっちゃった。まあ、公式で全裸になってるのはそうなんだけどさ、ソニコさん。YouTube くんが怒っちゃうからさ。大丈夫でしょ。今書いてたのだって当たりみたいなもんだ。なるほどね。当たりで怒られたらたまりませんよ。よいしょ。眉一筋。佐久間真由ちゃんね。あーちゃんも可愛いよね。色塗らずに手首にラインあればタイツ。あ、色塗ろうとしてる。ちょっとギリギリ攻めないでよ、ほんと。いや、逆にちゃんとタイツの色塗っとこうと思って。あー、なるほどね。そういう、あの、よりセーフになるように。フレちゃん推し。あ、フレちゃんも可愛いね。うん、女版高田純次。マッサージ動画で許されるんだから芸術は大丈夫でしょ。芸術。北ひな子。北ひな子ちゃんってあれじゃないっけ。ひな子ちゃんね、園長も好きなんですよ。ね、今ちょっとハマってる子。うん。あの、サード推しぐらい。うん。YouTube くん今寝てるから大丈夫ですよ。ひなちゃんかわいいよね。そうだね、タイツの上からビッキー。なんか、それはそれで別の性癖の人に刺さりそうだね。ソニコさん、完了。黄色いタイツはストレッチマン。うーん。あ、これか、モーコちゃん。おっぱいのスパッド、うん、出てきたか。テレホンカードの方が。確かに。LINE で後で送っといて。うん、でも、物自体は、あれかな、メルカリとか探せばあるかな。おっぱいマウスパッドは、服着てるやつはある。まあ、ちょっとまあ、後で見るわ。うん、今あるなら。うん。あ、パチパチ、みんなパチパチ。ありがとう。ありがとうございます。なんかフェチいソニコ。なんかね、ちょっとね、宇宙っぽくなったね。SF、SF 感が。あと、で、これ、あれかな？ん？サマーウォーズかな？誰？なんて子？後期。知らない後期。後期って何の後期？あ、後期分かった分かった。ごめんなさい。これ、園長のミスです。あれです。あの、そうだ、これ書くのめちゃくちゃ楽しみにしてたのに。なんてこった。あの、あれだね。キングダムの後期だね。うん、いや、これ書きたかった。ボディペイントっぽい。確かに。ボディペはエロすぎる。これはあれだね。あの、青少年の目には悪いね。なんか園長がこう書いてる間どうにか喋らんきゃって思うと、団長何も書く暇ないわ結局。今さやかちゃん書いてんじゃないの？でも書いてない。え、でも園長結構喋りながら書いてるよ園長今日。うん、あの団長ね、コメントを逐一追ってるから、見ながら。そうかそうか。じゃあ園長もちょっと追いながら休み休み書こうかな。まあいいよいいよ、あのみんな園長のリクエスト待ちだろうから、早くみんな、そんなことない。早くみんなリクエストしたいよね。これ歓喜なんだって。あ、そうでした。なんかおかしいなと思ってた、自分で言ってて。
大丈夫だよ、ちゃんと大ファンなんでそういうこともあらあな、仕方ない、人間誰しも間違いはある。うん、あ、お外がリピーターさん、こんばんは、毎度ゆっくりしてってね。あと何キャラか書いたら次のリクエストをお受けするみたいですよ、園長。ただみんなのくれたリクエスト全部じゃなくて、その中からちょっと園長が書きたいなって思ったものを拾っていく形にはなっちゃうんだけど、うん、メンバー、園長全部書くつもりだったけど、本当園長5、6キャラぐらいリクエスト受けようかなって言ってたから、そういう感じかと思った。ん、いや違う、それはあれ、あの前回の残りがってこと。ああ、そういうことか、なるほどね、うん、メンバーシップは収益化してからでないと設立できないのでしょうか。そうなんだよね、そうなのよ前回のリクエストありがとうございます。よかったもうでもさ、メンバーシップできるようになったらさ、本当にどんなスタンプがいいかなってずっと考えてるよね、団長は。うん、園長何も考えてねえや団長そういうの考えるの好きだよね、グッズとかも。うん、なんかこういうの書きたいなみたいなのもあるしね、団長用と園長用と2人用みたいな感じでさ、あの使えるものが欲しいよね。まあ園長はもうクールでいいよで、なんか園長の顔だけのやつでもいいけどさ、なんかそういう園長推しの人が使えるやつとか作りたい動物スタンプ欲しいよね、麦麦。なんちょ、麦麦スタンプ作りたい。はい、お爬虫類。ごどきさん、爬虫類。クールとフールで使い分けたいです。いいね。うん。園長、なんか本当に書いてると集中してすぐ黙る。園長の書く歓喜を見ながら飲む日本酒、贅沢だな。かっこいいよね。あのね、めちゃくちゃ悪いの、こいつ。あ、そうなんだ。悪い人なんだ。そう。めちゃくちゃ悪い。ね、主人公と同じ軍の主人公より偉い人なんだけど、うんうん、めちゃくちゃ悪い。もう、敵兵とか、女子ども関係なく、敵の国のやつらみんな殺す。へへ。怖っ。ああ、園長本体スタンプ欲しいね。確かに本体はね、使いやすそうだし、あと、スタンプとして視認性も良さそうでいいね。うんうんうん、首切り歓喜って言われてるの？そう。もともと野党なんだよね。わただあまりにも戦が強すぎて、まあ軍に入って総大将っていうか、大将にまでなっちゃったの。なるほど。でもかっこいいんだ。めちゃくちゃかっこいい。もう大人の色気ムンムンって感じ。で、愛される外道だね。いや、愛され、人によるともう本当に悪いから。ああ、苦手な人はマジ苦手みたいな。うん、敵の軍にいたらもう間違いなく嫌われてるだろうなっていうレベルの、本当に悪いの。一応、キングダム読んだことないんだよね。いや、読んだ方がいいよ、キングダムは。マジ面白いから。だっていっぱいあるんだもん。すぐだよ。よいしょ。な。
でも団長昨日ね、あのすごいね欲しかった漫画をね一冊買ったんだ。何買ったんですか？ね、あのね、本当にめちゃめちゃ昔のあれマーガレットかな、連載されてた少女漫画、しかもあのなんだろう、連載って言っても単行本一冊だけみたいなやつで、なんかあれだよ、団長のお母さんがアシスタントしてた漫画家先生の単行本1個買った。あの前までさ団長の本棚にあったんだけどさ、あのあれなんだよね、お母さんに返しちゃったからまあお母さんのだから返さなきゃいけないんだけどだからそれをね、なんか昨日の夜すごい久しぶりに無性に読みたくなって、うん、なんかあのアマゾンで探したら中古であの売ってたから買ったまたツイッターに書いてあがりますか？うん、書くいてたらあげる？うん、多分あげると思います。ほうほうほう。男女ママはね、漫画家さんじゃなかったけど漫画家のアシスタントさんやってた。なんか好きだった漫画家さんのサイン会に行って、そのサイン会の場であの働かせてくださいって言ったら、なんか面白いからいいよって言われたらしくて働いてたんだって。消しゴムかけとかしてたって。うん。はい、換気完成。おお、パチパチパチ。おお、かっこいいね。うん、かっこいい。換気はめちゃめちゃかっこいい。うんうんうん、いやこれね、でも全然正直色気足りて、もっと色っぽい。ああ、そうなんだ。うん。いいな、この目つきが良いですね。良いね、良いね。うん、パチパチ。みんなもパチパチありがとう。ありがとうございます。あ、そうそう。アサギユメって名前は、そのお母さんの昔のペンネームをちょっと借りて、それでつけた。うん。面白い女。あ、いいね。かっこいい、かっこいい。こういうのやっぱり園長の画力の高さがわかるね、こういうの見ると余計に。まあ男のキャラクターは女の子より描きやすいは描きやすいかな。うんうんうん。うんうんうん。みんなパチパチありがとう。うん。ちなみにその買った単行本はそのお母さんがモデルになった主人公が出てくる、お母さんのペンネーム小林あさぎって言うんだけど、小林あさぎちゃんがヒロインで出てくる漫画があってね、それがね、お母さんが出てくるっていうのを抜きにしてもめちゃめちゃ面白いし泣けるんだよね。本当にいい。言われていくじゃん。小林あさぎで多分検索しても出てこないの。漫画家先生自体が割とすぐに漫画家辞めちゃった人で、今もう活動してないしね、漫画家として。店長今なんかしてる？画面固まっとるけど。ちょっと休憩中。あ、休憩中か。休憩中って言うて。え、言ったよ。え、聞こえてなかった。じゃあ、あの拾えてない、音声が途切れていた。今休憩中です。はい、店長休憩中。後期大丈夫だの信頼感よ。そう、後期はね、もう信頼感があるんだよ。なるほど。後期と王戦はもう何やっても大丈夫っていうあれがある。特にね、この後期ってまた言っちゃった。後期はね、あのあれなんだよね、結構その野党上がりだから軍略とかを無視して、とにかく相手の嫌がることをやるんだよ。その結果勝ちにつながるんだけど、こうみんながものすごい頑張って、味方の軍が頑張って、この戦全体のすごい要の要所を取るんだけど、うんうん、こっからどう攻めていくってところで、歓喜丸一日何もしなかったりするからね。
ただの嫌がらせのために。でもちゃんとそれは嫌がらせ以上の目的があってうん、うん、その相手をこうイライラさせて勝ちにつなげるっていう、その巣の奥に潜んでる敵将をこうあえておびき出すために何もしないっていう。ああ悪知恵の天才。なるほどね。そう、悪知恵の天才。ほほう。こいつは本当にもうね、敵の参謀みたいなやつに詰め寄って、そんなものは軍略とは呼べんぞとか言われた時も、俺はただ敵の嫌がることをするだけだとか言って、うん、かっけえんだわ、かっけえけど悪いんだわなるほどね。うん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 。その悪さ含めて好きになれるかどうかだね、歓喜は。うんうんうん。なんかあれでもね、園長って悪役好きだよね。なことない。いや好きだよ。なんか信念持ってる悪役というかさ、なんか。でもみんな悪役の方が好きじゃない結構。ルローニケンシンとかもさ、みんな結局獅子王好きでしょ。団長あんまり。だって団長さん、割と主人公側になんか好きなキャラ多いことが多いから。でも園長ナルトとかだと D 好きだよ。ああまあ。リーはみんな好きでしょそれを言ったらさ、カンキはみんな好きなんだよなるほどね。それを言ったらそうなんだって、うんうんうん、なんか団長あれだと思う、男キャラで好きってなるのがカマセイヌみたいな人ばっかだから、あんまり悪役でも悪役っぽくなかったりとか、味方ポジにいたりする。あの、ローが夫婦犬じゃん。ヤムチャ好きで、ヤムチャ好きで何が悪いんだよ。ヤムチャかっこいいでしょ。団長今ヤムチャのかっこいい、かめちゃめちゃかっこいいフィギュアを机に置いてるからね。ローが夫婦犬してるよ。ヤムチャが唯一かっこよかったのはあれだね。早期弾使った瞬間だね。カマセイヌ好きで何が悪いんだよ。別に悪いとは言ってないけど。バカにしやがって。バカにはしてるね、ちょっとね。あいや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 、やむちゃってなっちゃう。団長さ、カラオケでいつもさ、やむちゃのキャラソン歌うんだよ。その時点で面白いもんな。やむちゃのキャラソンマジでいいよ。みんな聞いて。今ちょっと歌って。やむちゃのキャラソン。そのテンポじゃないんだけど。そのテンポじゃない。うん、何拍子？ね、どこ歌おうかな。どこ歌ったら面白いかな。ヤムチャのキャラソン知らないのみんな。ヤムチャキャラソンあるよ。こと何度も聞いてるはずなんだけど毎回覚えられない。あのね、クールな眼差しホットなハート。俺が噂のナイスガイ、やむちゃさってやつ。終わりかい。フルで歌ってくれ。うん、サビなんだっけ。ほらもうみんな草生えてるよ。なんで草生えるの？あ、タッチっぽい、わかる。タッチっぽさある。あ、それはちょっとあの年代じゃないかな。世代世代。うんうんうん。そう、あのね、最初がね、う、はあ、う、はあ、うー、ロガ夫婦犬から始まるの。で、大体ね、そのカラオケの映像あるじゃん。カラオケ映像。あれが、なんか、多分鳥取砂丘で撮ったんだろうな、みたいなやつなんだよね。砂漠を、なんか、さまよってるお兄さん。そうそうそう。やっぱやむちゃだ。そう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 。もうかっこいいよ、ヤムチャは。かっこいいかかっこよくないかでいうと、かっこよくはないよね。そう、ウルフハリケーン。かっこいいっていうのはさ、ピッコロさんみたいな人のことを言うんだよ。あれもかっこよすぎてかっこよくない。何やと。あ、団長さんがきっかけでヤムチャのキャラソンがマイティストイチしました。かっこいいよね。みんなもカラオケで歌って楽しくなっておくれ。
あ、そうそう、ロンリーウルフ荒野のヤムチャってやつ。そうだ、サビそれだ。でも格ゲーのヤムチャ今日から強キャラ。あ、本当？あ、なんからしいね。今強キャラなん？あ、かっこいい。なんかね、団長ね、ああいうね、あのウルフカットの男好きだからね。ヤムチャはね、ロン毛派。単発にした時切れそうなの。歌詞を聞くたびに笑いが。なんで笑うんだよ。これ今何書いてあるんですか？ね、リナ・インバースですね。ああ、林原めぐみさんだね。そうなの？うん、リナは林原めぐみさんでしょ。いや、園長知らない。見たことないから、アニメ。そうなんだ。アニメ結構面白かったな。これあれだっけ、ラノベなんだっけ、原作。うん。園長、歌しか知らない。あ、でも歌確かに林原さんだね。そう、もうあの頃のね、女主人公、大体林原さん。地球人最強はクリリンだけど、あいつ鼻がないんだよな。確かに。なんかさ、あのドラゴンボールの序盤の話でさ、鼻がなかったおかげでさ、バクテリアの選手やろ。あ、そうそうそう。臭い人と戦って勝つよね。うん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 。武器のファイターズのヤムチャはぶっ壊れ。へえ、嬉しいね。なんか目がこんな。あ、そう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 、そんな見た目してた。もうこんなんだったわ。ちょっと可愛いリナの横にそんなん書かんといて。でも鼻血は出る。そうだね。あれなんだよね。それこそ昔の当時のさ、ドラゴンボールでチャオズ対クリリンあったじゃん、天下一武道会で。あ、はいはいはい。時、あの 1+1 をやらして、うんうん、チャオズの超能力の両手を封じてクリリンが殴る。はい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 。それを両手で解けなかったチャオズを殴る時のクリリンが殴った効果がバカなんだよね。あ、なるほどね。バカなのね。なんで書けるんだ。そうだよね、不思議だよね。なんかさ、団長さん、あれが好きなのね、漫画のさ、究極超人 R っていう漫画がめちゃめちゃ好きで、 R くんめちゃめちゃ大好きでさ、なんだろう、本当に当時の OVA しかないんだけど、 OVA とあとは出た CD とかも漫画全巻も持ってるし、数年前に出た新装版のやつとかも持ってるんだけどね。そのぐらい好きなんだけどね。園長とあのお絵描き対決したら、園長のが全然 R くん上手くて。あったな、この子。負けたんだよ。あれはでもなんか、悔しかったな。園長の描いたね、R くんまだ残ってるよ。もう今描けないな。R くん好きなんだよ。あの時はさ、漫画のさ、うん、単行本で読んでるとさ、うん、こうラスト何ページかは漫画の宣伝じゃん。あ、はい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 。それで R 君を見たから頭の中に残ってたんだけど、もう数年間姿見てないから今描けない。あ、園長の描いた R 君あったわ。よいしょ。ほら、これ園長の描いた R 君。あのパッと読んだだけでこれが描けるの、ね、すごいと思うんだよね。あ、でもこれなんかシーン入ってるから多分読んだことあるんだね。多分団長に勧められて1回2回読んだんだ。いや、1回2回じゃない、あの1巻のなんかちょびっとだけ、あのパラパラってめくっただけ。パラパラってめくって、なんか読まないけど、サンゴちゃんかわいいねって言って終わった。もうすごいよね。うまいんだろう。でもリナが完成しました。あ、
ちょっと待って、リナ隠れてる。R 君。ママユ。R 君でリナインバースが隠れてる。団長もなんか書いてよ。団長書くとコメント見れないからいいよ。じゃあちょっとタッチしようよ。タッチ。うん。ママユ書く。ママユちょっとエネルギー貯めて書くから。そうか。うん。うん、R は青春。今見るとあ、じゃあ、ママユ君。団長書く。いやいやいや、それは園長に書いてほしくてリクエストしてんだから失礼だよ。じゃあちょっと、団長へリクエスト。なんか。団長にリクエスト。無茶ぶりするやん。R くんいいよね。団長めちゃめちゃ好きなんだ。歌も歌えるよ。OBA の。音速丸ってなんだっけ？音速丸ってなんだっけ？音速丸って何？あ、ロックマンのゼロだって。ゼロいいじゃん。ロックマン知らないもん。ゼロ延長一瞬で書ける。音速丸、二人が忍ぶでんか。これはだ、これは誰が書いてもあまり変わらなくないか。うん。灰原、ジャクハンマー、めぐみ、星の馬娘、テーモベラ王。テーモベラ王なら今、グッズが隣にあるから書けるよ。うんうん。なんちょ、ロックマンやったことないからね、ゼロって言うと分かんない。あ、これ、これか。おー、すごい。あ、この子か。うん。うんうん。ノーガミネウロか、チーカワリベンジ。ネウロなんて園長書きたくてたまらないでしょ。ネウロはね、めちゃくちゃうまく書けると思う。シェリルノーム、ブルムンガンドのヨナ、あ、ヨナかわいいよね。いいショタだ。うん。どれか置こうかな。よいしょ。ママスネウロも50回ぐらい読んでるからな。好きよね。なんか多分ね、そのあれもあるよ。あの昔のお絵かきバトルのところにもネウロあったよ。ドーピングコンソメスープの人。ヒロタシェフね。シェフ。シロタシェフね、鼻がねこんなんなんだよね。でちょっと唇が分厚いの。意外とイケメンに見せかけて、はい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 、なんか髪型しか覚えてないやん。そうそう、なんか真ん中分けでさ束ねててさ、うん、こんな感じ。あー、はい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 。でもなんかあれだね、あの作画さくらももこみたいな感じに見えるね。誰かこっかな。めぐみん、じゃあ団長めぐみん書こうか。めぐみんってあれ、このすばだっけ。火に燃えてる人。ああ、あれなんだっけ、てっちゃんだっけ、この人ね。髪型さすがに覚えてないな。このすばめぐみん、あ、この子、バンダナあってたな、確か。なんかこんなんだよね。あー、いたね。あの笠井善次郎の甥っ子ね。もう園長はね、ネウロめちゃめちゃ好きなんだよ。ネウロバチクソ面白いじゃん。そう、途中までしか読んでないって言ったらめちゃキレられた。いや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 、最後まで読みなよネウロは。マジであれ最後が本当にいいから。でも団長はネウロをそのリアルタイムで買って読んでて、でそれで、途中で単行本を買うのを忘れて、気づいたら完結してた。で、もうかなって言ったら、園長が最終回のネタバレしたから知らんって言って。だっけ？そうだよ。記憶にねえや。うんうんうん。まあでもネウロはね、うん、最終回知ってるけど、読むわ、そのうちちゃんと。めぐみんの全体像が出てこない。なんかこういうの出てきてもさ、画質が荒すぎてさ、詳細がわからんのよな。
高画質全身イラストが欲しい。松江先生の最新作の主人公可愛くないですか。あー、逃げ上手の若君ね。ちょうどね、先月ぐらいから園長も読み始めました。あー、それ知ってる。いつファンだとかこうか、ちょっと時間を作って書きたいですね。いや、もう可愛い。ほんと可愛い。しかも、酔うとヒップアタックしてくんの。ケツ押し付けてくんの。あー、そんなんなんかもう、もうショタコンが死んでまうやん。いやー、死んだね。いやー、ちょっとね、渚くんが完璧かなと思ってたけど、あれも強いね。なるほどね。じゃあみんな、それはそのうち園長がファンアート描くって。よいしょ。まだね、でも若君は俺何回もまだ園長読んでないから、主人公の名前パッと出てこないや。よいしょ。なぎさくん大好きだもんね。うん。画面を園長から団長に切り替える？あ、いいよ。うん。めぐみん書くよ、どうせなら。待ってね。これを、こっちで。さっきの。松井先生の好きそう。暗殺教室のなぎさくん好きそう。好きです。はい、大好きです。事故った画面にして、事故ったやつを消してちょっと待ってね。途中で打ち切りになったとしてもちゃんと完結できるようにストーリー構成してるし、すごい。そうなんですよね。綺麗に終わりましたね。あれはやっぱりいいと思います。あ、そう、北条時行だ。北条時行主人公はあんまりないよね。やっぱり派手なのって戦国時代とかだから、あの辺は少ないかなって思いますね。もともと園長もあんまり北条時代、北条系あんま詳しくないから。これだ、これか、これじゃない。およ。およよ。およ。およよ。あ、これでいいのか。お、あ、これでいいんだ。団長画面になった。うん、なってるね。なってる、なってる。オッケー。男女画面の方がちょっとでけえんだけど。男女何書くの？めぐみん。めぐみんとは？めぐみん。このすば？すばせか？どっちだ？わかんない。このすばでいいのかな？と、男女も書くよ。じゃあ園長がおしゃべりをしててください。男女は園長みたいにささっと書けないから、みんな覚悟しろよ。ネイロだんだん弱くなっていくの。当時ドキドキして見てた記憶がうっすらとある。わかります。そうなんですよね。主人公が無敵だった主人公が弱くなっていくっていう方向性ね。それがね、なんかこう特に急に弱くなるんじゃなくて、徐々に徐々に伏線張りながら弱くなっていくから、やっぱあの見せ方うまいなって思いました。うんうんうん。このスバのめぐみ。なるほど。このスバらしいです。このスバってゲームの方？え、知らない。あれはアニメじゃない。スバセカか。じゃあ、このスバはあれだね。ラノベアニメの方だね。多分そっち。よいしょ。園長、お前もなんかドヤ顔で、なんか、このスバ知ってるって言われて、てるふりしてスバセカで恥かいた記憶があるな。ああ。なんか園長その2つごっちゃにするね。なるでしょ。ならない。ならない。ならない。忍たまで一番エッチなキャラって誰だと思いますか？まあ順当にいくと、やっぱりきり丸だと思うんですけど、園長声ありなら土井先生が一番エッチです。あー、リアルでやだわ、なんか。なんかやだわ。なんかリアルな声を聞いた気持ちになるね。まあ土井先生、きり丸、滝夜叉丸かな。あ、そうだね、そんぐらいかな。まあ乱太郎もエッチかなと思うんだけど、園長あんまりメガネ属性ないから、うんって感じかな。あ、確かに。でもね、うん、リサンタも好き。うん？リサンタ誰だっけ。
サンタのナメクジいつも持ってる子。ああ、はい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 、はい、だね。あれ画風によってはめちゃくちゃ可愛くなると思う。ああ、まあ確かにあの絵だとね、なんか、うん、まあ、可愛い系じゃない。うん、そうだね。結局あのメスガキ顔だから。あはんはんはん。ちゃんとそれで意識して見たことなかったな。エッチになると思う。なるほど。あ、山田先生の息子ね、なんだっけ名前。後半結構出てくるようになったよね。あの子もエッチですね。あの息子さん結構完璧人間じゃん。いつもスッと来てスッと手助けして、こうあんまりこう主張せず帰ってくんだけど、こう乱丸とかがさめちゃくちゃはしゃいで寄ってくると結構心の中でちょっと嫌がってるんだよね。来たみたいな感じで、あのシュールさいいよね。ドライな感じ。目は山田先生そっくりっていう。それで忍たまガチ勢じゃん。ガチ勢ってことではない。まあ、まあ、忍たまってあれだよね、あのボーイズラブ人気めちゃめちゃ高いよね。高い高い。やっぱね、うん、あの特にね、あの2年生3年生がねエロいんだよ。なるほど。でさっき言った滝夜叉丸もめちゃくちゃエロいから、もう、うん、もう腐らせ、周りを腐らせる腐ったみかんみたいな感じだから。なるほど。なんか覚えてるのが、あのコミケの時に、あの園長の、園長もあのなんか珍しくコミケ参加した時に、団長のお友達をあの園長の、あの売り子さんにあの送ったんだよね。本当に高校の時の友達で、全然あの同人誌とか知らないみたいな、その世界初めて見るみたいな子が、あの園長のブースにの売り子に入って、それで隣のサークルさんがあの忍たま乱太郎のなんか同人誌、エロ同人売ってて、で、え、忍たま乱太郎のエッチな本があるって驚いてたら、園長が買ってくれたって言って、なんかそう、なんか戸惑いながら、なんかそのエロ同人を握りしめてた。何の記憶もないわ、それ。そう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 。はい、ちょっと待って。これどうなってんの、帽子。あ、これはこうで、はい、帽子とか書くの苦手なんだよ。あ、さらにさん、こんばんは。マカドノ様、倒幕したそばにはフォーカスされても、倒された側にフォーカスされることがなかなかないから、すごい。そうだよね。特には、あの、漫画でも触れられてるように、時行って、まあ、実際問題何をしたかって言われると、何をしたわけでもないもんね。正直。ああやって漫画にすると楽しく読めるけど、まあ、付け狙っては逃げ、付け狙っては逃げっていう感じで、それを逃げ上手っていうふうに、ああいうふうに演出したのは、やっぱり、松井先生の着眼点すごいなって思います。心のジャンプはどれも良かった。 M0 とか好きでした。園長ね、ジャンプ本誌読んでないんだよね。 M0 ちょっと分かんないな。あ、歴史弱すぎて北条時行そのものを知らないから、実在視点の初めて知った。団長も知らないよね多分、北条時行。うん、何それ。下手したら足利尊氏も知らない可能性がある。うん、知らない。はい、そんな笑われるぐらいの人？足利尊氏？あの豊臣秀吉みたいなレベル？豊臣秀吉まではいかないかな。戦国武将でいうとどの辺のメジャーさだろう。毛利ぐらいかな。戦国武将なんだその人。いや違う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 、戦国武将ではない、時代が違うから。戦国よりもっと前の時代。あ、そうなんだ。そうそうそう。園長の書く阿仁の斎藤さんみたいです。阿仁の斎藤さんちょっとわかんないな。阿仁斎藤、金閣寺作った人。斎藤で出してもポケモンの斎藤しか出てこない。うんうんうん。まあそう、地理がわかんないからさ、本当にさ、うん、歴史も苦手、一緒に苦手。エッチな目線でランマル見たことないよ。見なさい。見るといい。やめなさい、やめなさい。龍が如く、真島五郎。あ、これリクエストかな。あとでちょっと、じゃあ、またリクエスト受け付けるときにお願いします。
呪術廻戦の全員マキ、ああマキちゃんか。マキちゃんってどっちだっけ、お姉ちゃんの方、メガネの子の方だっけ。髪の毛、ここも髪の毛、これ調べながらなら多分かけると思う。ちょっと待って、めぐみんの髪型がわからない。どうなってんだ君、どんな髪型してるの。ウェルカムトゥアンダーグラウンド、ウェルカムトゥアンダーグラウンドなのかな。あれみんな結構あれなのかな、忍たま乱太郎エッチな目で見てないのかな。見るよね。待って、私今めぐみんの髪型がわからなくて混乱してる。ここが園長は忍たま乱太郎当時からエッチな目で見てましたね。あのミニ四駆もエッチな目で見てました。ずっとレッツ兄貴と一緒にミニ四駆走らせたいなって思いながらミニ四駆やってたら、あのジェイ君っていう追加ドスケベが出てきて、もうたまんねーってなってましたね。兄貴はさ、少年時代からそんなんだったの。まつげがさ、じゃあレッツ兄貴はまつげなっけんだとか思ってたらさ、確かさ、なんか魔法少女兄貴出てきたよね途中、なんかね最近スケベだよ。もうレッツ&ゴーとかあれでしょ、本当にあの知ってる人じゃないと、あの盛り上がれないから、世代じゃない人は全くハテナじゃないか。髪型こんなの、室町幕府作った人、そうですね、足利尊氏は室町幕府を作った人です。お勉強になるね。伊達政宗ぐらい、あそのぐらいかな。そうだね、多分伊達政宗ぐらいかな。結構メジャーで、バサラにいない人はわからない。ちょっとわかります、園長もバサラで歴史を学んだぜなので。ね、各自は義満、あちょっとその辺わかんないな、どっちなんだろう、うん、高校で日本史取ったけど全くわからん。もう日本史はね、興味持って調べていかないとどんどん端から薄れていくよね。地理とかはなんか日常で使う文は覚えていくけど、金閣寺は義満、どんどん完成されていく。みんなめぐみん喜んでますよ。めぐみんなんか人気キャラだよね、だから喜んでくれる人多いかなと思って選んでみた。このキャラ知ってる今、なんかね見たことあるよね、二次創作でよくエッチな目に遭ってる子だ。忍たまエッチフィルターは義務教育、わかります。団長さ、ちっちゃい頃忍たまさ、あの何夕方ぐらいやってたけどさ、そんな目で一度も見なかったよ。え、なんでアニメの方が絵エロいじゃん。やべえよ、そうやべえよって言っちゃった。え、なんなら園長さ、あの原作コミックスの1巻の第1話でさ、乱太郎がさ、牛にしんべヱの連れてきた牛にドンって押されて、わーってなった瞬間にエロって思ったけど、やばいね。なんかリアクションがメスだなって思いながら見てた。あーなんかもうあれなんだね、生まれつきのショタコンなんだね。それはでも、うん、あれなんじゃないかな、園長のファンからしたら、園長という人間の解釈としてはめちゃめちゃみんな、え、みんなそうだと思うけどな、違うのかな、なんか納得いかねえな。ちょっと待って、そう、釣り口三平も義務教育ですね。ああ団長なんか何のタイトルかも全く覚えてないけど、なんかの、子供向けアニメを多分幼稚園とか、なんかもうほんとちっちゃい頃に見てて、でそれで女の子のパンチラシーンがあってさ、うん、でなんかそこを、録画したやつを、繰り返し巻き戻してもう一回見ての繰り返してた。ずっと、うん、女の子のパンチラシーンをずっと繰り返し、その録画したやつを見返して、とんでもない変態だね。それだけはなんか覚えてるわ。多分なんかね、女の子はなんか幼稚園児ぐらいだった気がする。それは救いがない。でもなんかそれ園長に言われてもさ、なんかさ納得いかないよ。いやいや、だって園長のこの忍たま乱太郎のスケベ勢はいっぱいいるから。いやそれもでももしかしたらなんかさ、
有名な、なんかあれかもしれないじゃん。エッチアニメかもしれないじゃん。ああ、なるほどね。タイトルが思い出せないんだよね、全然。めぐみん、こんな感じか？よいしょ。少年をエッチだなって思ったの、サマーウォーズのカズマ。あ、やっぱりカズマくんは人気なんだね。あ、カズマくんマジ人気よ。そりゃだってよかったもん。めちゃめちゃいいよ。なんで逆にそんなにさ、かたくなに見ないのかわかんないもん、本当に。あんなにいいキャラしてんのにさ。本当。いや、もしさ、めちゃくちゃ可愛くてもさ、2時間でお別れでしょ？悲しいじゃん。いや、でも漫画もあるよ。カズマキュンの、あの、主人公の漫画もあるよ。大人気だね。いや、まあ、大人気キャラだったからね。うん。じゃあ、機会があったら見てみようかな。あ、俺見ないやつ。サザエさん、赤ちゃん、何がだ、ごめん。ちょっと話飛んじゃってるね。ヌーベイでも性癖を歪まされた。わかりますね。私お互い同性に興奮してんのよ。そうだね、うん、園長ショタコンで団長ロリコンだからね。まあショタも好きだけどね。こんなもんかな。めぐみ、団長は園長ほど書くのが早くないし、書くクオリティもいまいちなんだけど。20分ぐらいだよ。よいしょ。うん、園長ほど綺麗に書けない。よいしょ。こんな感じかな。よいしょ。かわいい。こんな子よな、たぶん。あんまり力入れて書かないでくださいよ。もういいじゃん、園長。園長すごい力入れて書きまくってんだからさ。いや、園長スピード派だから。満足してくれら。ああ、よかった。うん。団長さんの絵でハッピーショアライフのしおちゃん。ああ、しおちゃんかわいいよね。しおちゃん、髪型が独特でいいよね。よいしょ。じゃあ、園長に戻すよ。ん？うん、了解。え、もうちょっと見せてあげない、ゆっくり。よいしょ。いいよ。引いて、全身映して、ちゃんと。よいしょ。どこだっけ。よいしょ。うわ、本当に切り替えた。よいしょ。なんか絵枠だとあれだよね、ちょっと消極的だよね、団長。あんまり自信ないからね。うめえじゃん、こっちが自信なくすわ。よいしょ。ごめんね、じゃあちょっと園長のターンです。すいません、団長じゃなくてごめんね。なんでそうやって。よいしょ。東方のパチュリー。あー、パチュリーね、パチュリー好きだったな。結構書いてたよ、団長。パチュリーってどれ。紫の子。パチュリーを何も見ずに書けるわ。あれ、なんかシャワーキャップみたいなかぶってる子。ね、東方キャラはね、結構かぶってんの、あれを。そうか、確かにそう言われる気がする。でもなんかそこのキャップに、なんかこう、2つ玉というか結び目、結んだとこがついてて、そこからリボンがぴょんって生えてるのがパチュリ。そんで紫色の髪で、なんか眠たげな目みたいなキャラだね。パチュリは散々回だから、昔。パチュリ同人誌もあったかもしんない。昔出したかもしれない。あ、自分で？うん。なんちゅうだってあれだもん。東方から同人。東方からでもないけど、東方同人活動してたよ。てか、東方勢だったんだ。それを初めて知ったもん。ええー、言ったよ、何度も。本当に、うん、いやー。記憶力やばいな、園長。ちょっと何も見ずに描いたパチュリーを完成したら載せよう。うん、楽しみにしてます。パチュリーはね、団長コスプレもしてて、これ結構ガチなんだね。うん、好きだった。
東方から動物園の名店に行く人本当に多かったと思う。未だにされてないしね。何年ぶりだろう書くの。タオルで持ったやつ覚えてる人がいる。団長が巨乳キャラやるときに胸がなさすぎるからタオル入れてたんだよ。そう、目にハイライトない子とか眠ための目と目の子とか可愛いよね。団長ロリーじゃないキャラも描いてたよ割と途中まで。でもなんか最後に出したあの東方同人誌、あのレミリア様をあのさらにロリ化したやつだった気がする。よいしょよいしょ。パチュリはこんなの。龍が如くも BL 勢多いけど、ショタはいないから、ここには少ないのかな。確かに、園長のファンは、まあ、ショタコンが絶対多いもんな。園長喋ってる？なんか。ん？今喋ってないよ。喋ってないか。うん、たまにさ、喋ってるのに固まるからさ、どっちかなってなっちゃう。あ、いいね。もう、いい眉だね。眉めちゃくちゃ難しい。あ、意外にも、なんか園長に得意そうな感じだけどね。園長、垂れ目苦手なんだよ。あ、そうかそうか、垂れ目か。垂れ目もあれだもんね。眉の垂れ目ってなんか王道垂れ目の方の垂れ目だもんね。うん。パチュリの、これ多分こんなの。この辺のこうだっけ？パーツ覚えてねえな。パーツ間違ってたらごめんやで。東方のキャラうろ覚えで描けるのすげえな。まあうろ覚えって言ってもね、まあ何回か描いたしな。東方キャラはなんかメインキャラなら大体うろ覚えで描けると思う。マジか。うん。でも団長が一番東方で好きだったのはパルスイです。わかんねえ。東方は何もわかんねえ。まあ、パルスイそこまで超有名キャラでもないからな。東方のあれなんだっけ、あいつ好き、うん、あのシャメーマル。うんうん、あやちゃん、あの子は可愛いなって思う。ああ、あやちゃんもいいね。よいしょ。眉のモフモフ、あー、このね、顔周りの毛かな、モフモフ。こんなんね。何だったっけ、こんなんで、もう一個あるんだっけ、だっけ、なかった。だような。こんなんだったような。ここはこうなんだよ。あ、全然覚えてないや、意外と。意外と覚えてなかった。よいしょ。服がやっぱ忘れちゃうね。首から上はさ、割といけてもさ。あー、そうだね。服って難しい。意識してなんか覚えようっていう目線で見とかないと忘れちゃうね、服は。そう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 。よいしょ。
ムラさんが好き。あー、ムラさんちゃんもいいですね。懐かしいね、東宝。でもゲームはやったことないんだよね。やったことあるよ。え、あんの？あるよ。難しすぎて全然クリアできなかったけど、でも一通り持ってた。そうなんだ。そう、あの団長はこう、あれだからね、二次創作でなんかそんだけハマるやつだったらさ、ちゃんと原作もやっておきたい派だったので、ちゃんと原作やりました。難しかった。一回もあれだったな、ちゃんとクリアできなかった。いい眉。うん、ママ眉。ママ眉。完成です。これで一通り前回の分のリクエストは終わったかな。団長のパチュリーもなんか大体できたから見せとこう。乗せて乗せて。待って、これどうやったらいいんだ。こうして。と、キャンバスをこうして。こうして。こうして、こうやって、こうだ。あ、でっけ。大きいよ。よいしょ。パチュリー。何も見てないから、ちょっと服が怪しいんだけど、パチュリー。ああ、でもそう、わかるわかる。そう、この子。この子がパチュリーでございます。いいね、いいね、まゆちゃん。絶対このまゆさ、後ろ手にさ、包丁持ってるね。うん。そういうテーマで書いた。いいね。しパチパチありがとう。はい。チュリーも、だいたいこんなんだよな。合ってるよね。伝わるレベルにはなったかな。全然わかる。うんうん。よし。よし、じゃあ、ちょっと、リクエストを受け付けていこうかな、今週の。もう2時間ぐらい経っちゃったけど。まあそうだよ、あれかもしれないよ、園長。次からさ、リクエストを次週に持ち越すのやめた方がいいかもよ、逆に。週ごと？うん、どう？週ごとか。そう、週ごとだね。そうそう、週ごと。あ、そうだね。その方が今来てる人がこう書いてもらって嬉しいみたいなのが、そうしようか、ライブ感というかね、うんうん、確かにそうしよう。うん、だから全員来るんじゃなくて、ちょっと終わりということで、うん、もし今週のリクエストで、入らなかった方はまたぜひ次回お越しください。そうだね、次回もまた懲りずにリクエストしてくださいの方がいいかな。そうだね。じゃあちょっとリクエストを聞いていきます。園長、園長、園長、はいはい、団長トイレ行ってきていい？あ、行ってらっしゃい。この間にちょっとリクエストを見ときます。うん、お願いします。よいしょ。じゃあちょっと団長は、よいしょ。召喚ってどれだっけ。召喚はもともと野党だった人だっけ、あのハゲの人かな、確か。マニアックだな。ダリフラの02、ダリフラ02、ダーリン・イン・ザ・フランキスだっけ。ヴィンランド・サガのトルケル。ああ、ヴィンランド・サガ懐かしいな。トルケル、成田大臣、成田大臣。この辺はね、団長の方がうまいかもしれない。あの人、結構馬娘やり込んでたから。ベヨネッタ、アンゴルモア、山田さん、松田心さん、ツヤっぽい男キャラ、漠然としてきたな。ツヤっぽい男からか、男キャラ、まさに歓喜って感じだけど、了解です。で、的岡鈴木、美しい的岡鈴木、なんだっけ、悠々白書。ああ流れてってる、流れてってる。妖戦士田中、妖戦士田中。映像犬、
腐敗の牛山。あ、二階堂牛山。金森氏映像権。クズの本会のモカ。なぎさかおるみろろさん。なぎさかおる。ペルソナ55のペルソナ5の東郷ひふみ。プロセカプロジェクト世界か。みずきちゃん、みずきちゃんどれだっけ。グレーの髪の子だったかな。マッツ・ミケルセン。わかんねえ、誰だ。PGPP PPPP さん。ウマ娘のエアシャカール。モナ、モナもある。モナと、あ、はい、バラライカ。あ、バラライカか。バラライカはかけそうですね、確かに。無口な黒瀬さん。黒瀬さん。おっきんさん。女性、園長の好きを詰め込んだ女性から。確かに園長の黒瀬さんみたいな男女。あ、ストッキングいいですね。ストッキング好きですね。パンティ&ストッキング with ガーターベルトのストッキング。うん。ディーグレのリロード。ロードってどれだっけ、あの、ロードキャメラット。だっけ？ん？ディーグレのロード。ロードキャメラット。あの髪の毛がツンツンしてて。なんかツンツンの子。そうそうそう。あの黒い肌のノアの一族の子だ。本気モードのラブハートさんはそれそのうち書くよ、うん、マルセイで。たえま。カチコ。ガンスミスキャッツのミニメイク。いや、園長作品詳しいつもりだったけどまだまだ知らないのいっぱいあるな。今日の五の二。同活してるバラライカ。いいね。キングブラッドレイ、あー書きたい。あーいいね、園長のブラッドレイ絶対いいじゃん。なるほど。男女パンストすごい好きだったからね、結構いろいろ書いてるよ。すごい昔だけど、あの放送当時だから絵がクソ下手だけど掘り起こそうか。牛島くん、あー、うん、見たい見たい。落書きばっかだけど多分ね、あった。あ、原神のモナさんね、了解です。リアン原神のモナね、はい、原神アンスト、いいよね、いいアニメだったな。あれまたやってくれないかな、もう無理かな、大人の事情で。よいしょ。あ、原神のモナちゃんってあの子か。はい、把握です、了解了解。昔のやつ掘り起こしてくるわ。だから10年ぐらい前だよね。よいしょ、よいしょ。東方の絵がめちゃめちゃ出てくる。まだか。ウィッシュ・ザ・スタンピード。バッシュ・ザ・スタンピードか。あ、バッシュか。え、園長、いいね、団長わかる？わかるわかる。園長も顔見ればわかるよ、バッシュ。あ、オメガルガル。みんなおっさんちょこちょこ言ってくれて嬉しいな。おっさん書きて。園長のおっさんうまいからね。あ、デイモン姉妹いいよね、エッチだよね。あ、原始圏のマダラメ、あー好きでしたね。あー、マダラメさん団長ももうめちゃめちゃ好きだった。これこそ団長見ずに描けるでしょ。あー好きだったな、マダラメさん一番推してた。じゃあこの辺で一旦リクエスト打ち切りましょうかね。うんうん、今回は、今週はなるべく今週の、うん、絵がしたいさやかちゃんにド S な言葉かける安西先生みたいな。確かにこれを1枚の絵としてみたらそんな感じですね。あ、なるほどね。確かに。あ、コウヒコ、コウヒコ
コウヒコ。この辺はもう何も見ないで一瞬で描けるな。竜、どういうこと？クヒョ。いや、ちょっと延長的には団長に竜が如くやってほしいんですよね。名作だからやっぱり。ああ、団長本当に、知識ゼロだから本当に。だからね。書いていく。あえてこれ、あれ、何々書きますって言わないで書いていこうか。ああ、了解。うん。ヘルシングのウォルター。ウォルター、確か先週書いたよ。ああ、確かにね。うんうんうん。あれか、ウォルター。そうそうそう。あのね、うん、最後の最後に若返っちゃう。初太になる。初太になるの？おじさん、初太になる？うん。マジか。あれってなんか吸血鬼の。話なんだっけ？そうだよ。うん。よいしょ。あれ、なんか、ブリーフしか出てこないや。ブリーフは書いたのが出てきた。みんな多分見たいのは、あれだな。パンティーかストッキングだよ。ブリーフなんていたっけ？ブリーフって、ああ、ブリーフってあの男の子か。そうそうそう。いいんだよ。男女一番好きだった。あのね、ブリーフが目隠れキャラなんだけど、こう、お目目がね、あの、見える髪型になると、途端にイケメンになるっていう。正直、園長ね、パンストちゃんと見たことはないんだけど、ストッキングが電流浴びて、アヘ顔になってるところがめちゃくちゃエロいなって思いました。あれだよ、ストッキングの好みの男の人は、めちゃめちゃな、あの、ケツなブサオなんだよ。だからそういう恋愛する回がある。ストッキングが恋をする回がある。絵が下手すぎて恥ずかしいかもしれない。見せるのが今さら。園長だって T 顔出したんだぞ。いやこれさ、それと違う恥ずかしさだよ。なんか黒歴史をさ、なんかこう掘り起こすみたいな恥ずかしさだよこれ。見たい見たい。それは逆に見たいでしょ。なんか今以上に中二病感あるんだけど、しかも本当にブリーフしか出てこない。ね、団長が書いた、え、団長が書いたパンティとストッキングどこ行ったんだろう。あったのにな。そっちが、せめてそっちがいいや。なんか団長の書いたブリーフちょっと性癖が出てて気持ち悪い。いいじゃん別に。やだー、みんなそういうのを見たいんだよなあ。みんな見たいよな。やだ、ガチのやつ。ガチのやだが出ちゃった。そう、目隠れキャラめちゃ好き。目隠れはいいよね。目隠れとか、あとあの、なんだろう、瓶底メガネとかそういうのにね、団長ね、ちょっと弱いんですよね。あ、これブラッドレイか。あ、ネタバレしたな。いや、これわかるでしょ。まだわからんよ。まだ違うかもしれない。ガーターベルトは、ガーターベルトはあれじゃないのかな。園長が書いたら、すごいかっこいい。ガーターベルトって真摯。あ、そうそうそう、アフロの神父さん。神父で思い出したんだけどさ、うん、あのみんなさ、エトセトラって漫画知ってる？知らない。もうぜひ読んでほしい。何漫画？ね、ちょっとフィクションの、ちょっとっていうかフィクションの入った西部ガンマン漫画って感じかな。うん、あのミンチャオっていうキャラクターがいるんだけど、めちゃくちゃ可愛いの。っていうか中崎藤先生っていう作者さんなんだけど、うん、その人の絵がねめちゃくちゃ可愛くて、結構ね今でこそ結構その影響は園長薄れたけど、うんうん、高校とか中学ぐらいの時は結構多大な影響を受けたね。ああ、なるほどね。園長の画風に影響を与えた先生みたいな感じ。うん、でもあまりにもなんか根底が違いすぎて影響を受けられなかったって感じだね。
あー、なるほどね。めちゃくちゃでも絵かわいいの。ほう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 。あとね、キャラクターの立ち方がめちゃくちゃかっこよくて。立ちって、立ってる姿。立ち姿。あー、おいえー。こういう感じで作ったんだよね。あー、はいはいはい。めちゃくちゃかっこいいの。園長そういう立ち方させるやん、キャラに。そこで影響は受けた。あー、なるほどね。ワンちゃんこのキングブラッドレーもガーターベルト履いてるかもしれない。やめろ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃかっこいいのにね。あ、でも知ってる人いるね。伊藤セトラ。ちょ、また YouTube 止まってら。あら。ダメだ。園長の。伊藤セトラいいよね。園長の YouTube は。好きなんだ、園長。あ、園長はあれよ。もう団長のパソコン買い替えたら、そのパソコン、配信用に使うと。まあ次回までにはちゃんと有線つなぐから。あ、そっか。待ってか。なるほどね。ダメだ。出てこなかった。消えた。じゃあもう、あいつ、なんだっけ、ブリーフ。あの、詫びとして書くわ、今。マジかよ。詫びとして、よいしょ。詫びスト。詫びストするわ。よいしょ。だから画面外で、配信画面外で書くわ。二窓できたらいいんだけどね。できるけどね。ほんと？じゃあ次やろうよ、二窓で。今もペッてできるよ。ほんと？じゃあやろうよ。ちょっと待って。よいしょ。待ってね。団長はさ、そんなにさ、園長とさ、並んでさ、あの、見せるほどさ、筆早くないか、なんか、あれじゃん、こいつ、書くの遅えなっていうのがバレるだけじゃん。なんないよ、そんなに。あんまり遅くないし。うん、あれどうかしいの。みんな見たいの、園長のリクエストだし。そんなことないよ。なんでそこそんな卑屈なの。卑屈なんじゃなくて、そういう配信だから、っていうやつ。ふふふ、わびパンスト姉妹書くわ。待って、よいしょ。まあ一旦ちょっと構図だけ決めたら画面映そうか。園長の筆の速さは異常なんだよ。でもこれ園長 あの画面サイズちょっとちっちゃくなっちゃうけど。大きいですか？全然。この辺かな、園長。団長を写した中で、団長はこうして、こうして、なんか見える範囲をこう限定させれば。無理やり2画面にした。団長画面と、延長画面で、延長画面の方を、こう、動かせば。できた。団長の絵も好き。ありがとう。うん、ちょっとパンスト姉妹の資料あれなんだよね、検索するとき大変なんだよね。普通にパンティ&ストッキングって検索するとさ、下着の方が出てくるからさ。違うな。よいしょ。もうこれで、ちょっとコメントを拾うのが遅くなっちゃったらごめんね。なるべくちゃんと拾うので。姉妹の。
首か。このいい画像を開いて。あ、初見の慶太郎さん、初見さん、はじめまして、いらっしゃい。今は、はじめまして。リクエストイラスト配信というものをしております。うん。団長、全然平均より早くないと思う。多分平均、園長が平均以上に早くて、団長は平均以下だと思う。そんなことはねえと思うよ。いやあとあれだね、団長はね、線がね、綺麗じゃないんだよ。よいしょ。そんなこと言われたら園長どうしたらいいんだ。団長の書いてらっしゃったミルキーフロッグの擬人化。あ、書いたね、ミルキー。あの頃さ、そんなに、今ほど爬虫類、両生類に詳しくなくてね。なんか、割とイメージで描いたやつらが。でもあれも楽しかったな。擬人化ミルキーは好きで今も飼育しております。よいしょね。頑張って。ブラッドレイ完成です。絵描きながらコメント拾うわ。よいしょ。この画面を使用画面をちょっと小さくすれば、あんまどできる。はるさん、こんばんは。バイトお疲れ様でした。おお、すごい。園長、さすがだね。非常に。ブラッドレ楽しい。あと5枚ぐらい。そういうの強いね。ブラッドレーだけで。ここはちょっと好みで生かしてもらったから、あとはどうしようかな。さて、次は誰かな？やっぱりあれかな？よいしょ。次は女の子だ。女の子か。うん、渋おじ。あれだね、園長のおじさん作画ファンは増えそうだね、この配信続けてたら。書こうと思ったキャラクターが難しい。ああ。何これ、なんか、これっていう資料がない。でもこれ、なんかペンギンが暴れてる、ストッキングの髪型、これどうなってんだ？3次元バージョンの方の資料が欲しいな。3次元？2.5 次元みたいな、リアルタッチの方の資料が欲しいな。髪型がむず。渋おじ限定配信。それあれだね、団長いないで園長だけでやったらよりいいかもね。いや、団長の渋おじも見たい。書けないよ、団長は。おじさんむずい。練習だよ、練習。作画、逆作画崩壊の方の逆作画崩壊で検索すればいいの。あ、出てきた。そうそうそう、これが欲しかった。目だけなら描けるよ。何が？なんかパンティー&ストッキングのこれ。ああ、そうそうそう、それストッキングのね。こっちストッキング。うんうん。あ、こういう髪型になってるね。なるほどなるほど。この絵をこうしといて、こう書いてほしい志望字がたくさんいる。この任せろ。中間ぐらいにしておこうかな、この逆作画崩壊版とリアル版の中間ぐらいのイメージの髪型でいこうかな。団長は飲酒しておじさん描く。団長ね、飲酒するとね、ひどく酔うとね、何も描けなくなるよ。そういえば、晩酌配信の時さ、そんなにみたいなこと言ったけど、そういえば団長昔って本当に数年前だけど、
あそこ伊勢屋さん、インジュヤ、そう、ゲテモノ料理人の伊勢屋さんにワインを丸々1本男女さんのために用意しましたよって言ってもらって、でそれでそれ飲みながら食事してて、しかもその時男女しか飲める人がいなかったから男女を1本自分で飲んで、しかもあの徹夜明けでみたいな状態だったんだけど、それでサイン本をお願いしますってサインお願いされて、わかりましたって書いたんだけどね、マジでね、字も絵もぐっちゃぐちゃで、ね、あれだってムシリタスとかも飲んだ時じゃないのそれ。うんとね、それとはまた違う、それは普通に白ワインを丸々一瓶一人で飲んだだけの時。一人で飲んだだけっていや、なんだろう、平気な人は全然平気だと思うからさ、なんちょも体調良ければそのぐらいだったら多分大丈夫なんだけど、なんか分かんないけどさ、それってさ、それだけ飲んで書けなくなるって普通じゃね？そうなの？晩酌っていうレベルじゃねえだろ、それ多分。ああ、そうなのかもしれない。晩酌っていうあれじゃないのか。そう、でも本当にね、人様のね、買ってくれた単行本にね、ぐっちゃぐちゃのね、よくわからないね、ものを残したっていう。本当に申し訳なかった。まあ、それも一興だよね。そう、まあ、喜んでくれた店長昔頼まれたサイン色紙にカップヌードルの染み付けて渡したことあるしそれよりはいいかもしれないまあこれも思い出っしょとか言って嫌な思い出だデヴィ夫人みたいな晩食、デヴィ夫人あれでしょ、グラスエンプティーって言うでしょあなたこのグラスエンプティーよってアルタベの影響でチンジュア行ってゴキブリ酒飲んできましたいいね、あれだよね、ああいうお酒系はさ、特にさ美味しいしさ、気軽に飲めていいよね。だけな。よいしょ。やすつけてんだっけ。お酒飲める人が羨ましいなって思う瞬間は多々ある。ああ。思いはするの。うん。まあ憧れだね。うんうん。でもかといって。生まれ変わったらお酒飲めるようになりたいですかって言われたら別にそんなにって感じ。まああれだもんね、飲まないことで、まあ運転手として役に立つこともあるしね、うん、あとあれじゃん、そのお酒飲むのの酔っ払いの楽しさというか、それがそもそも経験できないわけじゃん、まあ、そもそもね、そうなる前に気持ち悪くなっちゃうから、うん、だからそれもあるかもね。確かにある。なんて酒飲むとふわふわで気持ち多くなるからその感覚が分かんないんだよね。うん、確かに、ね、そこまあだから知らないからこそみたいな、だからこそ求めないみたいなね、まあ、そうだね。どうなるの夜って、気持ち悪さはないの？お酒、団長は体質的にちゃんぽんが向いてなくて、なんだろう、いろんな種類のを一気に飲んじゃうとダメなんだよね、うん、気持ち悪くなっちゃうの。でもそれがなければ気持ち悪くはならないかな。お、もうみんな分かってくれた。はい、大心です。おー、いいね、園長の大心絶対にいいじゃんでもこの子癖毛ではないのかな。癖毛とはちょっと違う。なんか猫っけっぽい感じがするよね。いやー、一番描けないやつや髪の毛描くのね、なんか
ちょっと苦手。ちょい苦手だよね。意外な。なんかふわふわしたの苦手なんだよね。ファーとか、あとあの、なんだっけ、フリルとか。はい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 。ね、かわいいね。だんちょお酒強いわけではないよ。いや、強いよ。お？いや、だって失敗するじゃん、飲みすぎて。なんかあれだよな、なんかゲボ吐いてから、あれになったよね。ちょっと弱気になったよね。昔は多少寝不足でもあのいけたんだよ。あの失敗しなかったの。うん。でも多分そんなにお酒飲まなくなってっていうのもあってあのダメになった。あの体調が万全じゃない時にお酒飲むと失敗しやすくなって。それで園長に怒られまくったからなんか弱気になってる。よいしょよいしょ。待ってね、そろそろドッキング行くか。うん。エミレプの影響でヤモリ飼い始めた。アレタベの影響で珍獣へ行きました。いいね。受けてますな、影響。ありがとうございます。クジラか動物園の影響受けまくり、すごい嬉しい。どうかな、うん、うん、団長失敗してるんだ。失敗しない団長はいないんだ。吐くほど飲むのやめた方がいい。逆流性食道炎とか歯が溶けたりするので。そうなんだよね団長さ、あの別にそれ関係なく単純にあの体質的にめちゃめちゃあの自律神経が弱いの団長は。でそのせいであのすごいなんか一時期体調が悪すぎて吐いてたのね、毎晩のようにね。毎晩のように夜になると吐いてっていうのを繰り返せたらあの歯の後ろの方が溶けちゃって本当だからね、吐き続けるのはよくない。早めにね、吐き続けてる人は早めにね、歯医者行ったりして対処した方がいいよ。ヒミレプの影響を受けた人多いね。ありがたいですね。うんうんうん。配信ツンデレ感が増した。配信ね、なんかツンデレっていうよりもあれだもんね。あの、結構本当にデレが少なめの。なんか当たりの強い子だもんね、大神。はい、成田大神完成です。おお、あ、いいねいいね。園長の絵柄と本当に親和性が高いですね。いや、病院も、じゃあ、ちょっと病院も行ったよ。お帰りなさい。うん、お帰り、お風呂からお帰り。体ほっかほかだね。アルフさん、爬虫類の可愛さたるや、本当に好きな作品。ありがとうございます。ゆうかさん、ギザバはそのせいなのかって。それは、すぎ。アートゲイザー。拍手ありがとうございます。大神は湿度高くてドロドロしていて最高なんです。正直大神よく分かってない、まだ園長。実は園長その資料を見てこういう感じの表情の子かなと思って書いたけど、うん、合ってるかな。うん、あのもっとあれだね、尖ってる尖ってる全然出れない。まあでもね、うんうん、陽気です、陽気です。ヒミレプ見てると爬虫類飼いたくなる。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。嬉しいね。ちょっと待って、ストッキングどんな服着てた？これか。よいしょ。服の画像が。あ、これだ、これ。
さん書きてえけどな。人生で一番読んで自分を見失って。何を望んでるんだろうって感じだよね。人生で一番読んで自分を見失ってた時にヒミレプ読んで動物好きを思い出して自分を取り戻しました。ああいいね、いい話だ。立てたのは幸いです。一人の人生を救ってるわ、店長は。ありがとうございます。でも多分もっと多くの人の性癖のるつぼに叩き込んでる気がする。罪の重さの方が重いか。猫しか飼ったことがない。メキブラを迎え、あ、おめでとうございます。メキブラはいいね、かっこよくて。いいね。うんうんうん。うん。大臣かけましたって言った瞬間、リアルの馬の絵出てくる展開も期待してました。どういうこと？出ないよ。リアル成田大臣の方ね。出れ 100% 大臣。これで出れ 100% なのか。ああ、ね、その、うん、そのレベルだね。マジかよ。うん。いや、マジでそのレベルだよ。かわいいの、それ。かわいい。かわいい。すごいいいね、シナリオでもあって。ああ、なるほどね。ただ団長育成は嫌いだったな。あの失敗しやすいから。ああ難しいんだ。そう難しい。ポッキンさん、爬虫類飼いたくてちゃんとお世話できるか不安だったんですが、ヒミレブミお役に立てたのかな。あ、偉大だね園長は。ありがとうございます。嬉しいね。いいことやんな。嬉しいね。団長までニコニコになったわね。ありがとうね。うんうんうん。寒い地域の人が、そうか、爬虫類飼おうってなると、光熱費が、それはね、確かにそれはちょっと、うん。大体寒さには弱いからね。将来の夢はパンダとヨイグアナをペアでお迎えすること。ああ、それはぜひやったってください。いいパンダ産んでください。そして園長にください。もうパンダはね、あれ柄出るかどうかは運ゲーだからね。うん、ね、園長ね、ちょっと前にすごいいいパンダを見つけて、これはもうちょっと買おうかって悩んでたら、次行った時にね、売り切れててね。あれ出会いは運命だね、やっぱり。うん、あーってなってたね。でもいい子ほど売り切れるのも早いね。よし、じゃあ次はこの人書こうかな。と暮らしたいけど、同じく冬は氷点下でかわいそうな結果になりそうで振り切れない。まあそれはね、もうあれだよね、本当に電気代さよならってこれも投資みたいな感じでできないと難しいだろうね、あの地域の。でも買わないっていうのも一つの愛情だからね。そこはすごく大事な判断だと思う。まあね、うんうん、なるほどなるほど。うん、と園長が申しております。で、なんでこうでこうでこうで、やっぱり爬虫類って増やしやすいから、買ったりしていくうちに数を増やすのが目的になっちゃう人もいると思うんだよね。園長にもそういう時期があったし、そこでこう欲求を満たしちゃうみたいな。はい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 。でもやっぱり冷静になるとね、相手は一個の動物だから、それをちゃんと、まあ幸せかどうかは分かんないけど、そう言ってあげれる環境を用意してあげるのも大事だし、そう言ってあげれる環境を用意できなさいっていう判断が自分にあるのなら、もう見るだけっていうのも全然一つの判断だと思います。なるほど。今なんてね、特に YouTube でそれこそうちも出すし、いっぱい見れるわけだからね。まあそうね、昔に比べたらね、うん、すごく爬虫類自体がなんか市民権得てるから、あれもうよね、めちゃめちゃさ、うん、リアルなさ、あの生き物のさ、あのガチャガチャとかも多いよね。爬虫類ガチャ、それに我慢できないってなったらきっと買っていいと思う。うんうんうん、その時はきっと愛情を注げる時だよ。なるほど。園長のありがたいお言葉でした。真面目な話しちゃった、やめよう。し
ちゃったね。待って、ストッキングの目がむずい。ストちゃん、ストちゃんかわいいけど団長はパーティー派です。なんかあれだよね、世間的にはすごいストッキング派が多かった印象だな、あの人は。院長断然ストッキングですね。でしょう。え、団長違うの？だから団長パンティー派だったよ。この2人だったら絶対パンティーだよ。珍しいね。かわいいよ。めちゃめちゃかわいいよ。いや、まあかわいいのはわかるけど、それをストッキングと並べたときにストッキングになりそうなのに、若干なんだろうな、若干不憫なところも好きよりかわいそうな面に合う率が高いというかね。ああ、なるほどね。そういうところがね、かわいい。あ、あ、ロザリンちゃんもパンティ派。いいよね、パンティ。いいよね、パンティって言うとなんか違うものだね。前はニーソックス派。猛禽類生えたいけどワンルームじゃ無理だから YouTube で我慢。あー、猛禽ね。猛禽はまたちょっと違うもんな、設備の大変さが。待って、ストッキングの顔が可愛くない。顔が可愛く描けない。待ってね、可愛く描いてやるからな顔可愛く描けないのも悔しいでしょ。あ、でもやっぱあれか、ストッキング派多いは多いね、やっぱり。うん、まあ圧倒的人気だった、うん、実際可愛かったしね。死んだら二度と立ち直れないので動物は飼えない。それも大事だね。うん、園長、麦がもし万が一何かあったらって考えるとね、園長もあれだし、団長なんて考えただけでやっぱ泣いちゃうもんね。泣いちゃう、泣いちゃう。ダメ、やめて。やめて。昔ね、まあ、いっか、これは。ん？うん、なんもない。なんもない？そんな、なんか。みんな、かわいそうな子が好きなの、わかる。マジか。そうなの。ここにいると同じ動物好きの方がいっぱいいて、スコ。そうですね。やっぱり同じ趣味の人っていうのは嬉しいですよね。ここに入れたら動物トークはし放題だね。そう。PT 声が好き、あ、パンティーか。声が好き、かっこいい。なんでドーベルマン4匹逃げても騒ぎにならないのに、ボールパイソン1匹逃げただけで2メートルの巨大ニシキヘビが逃げ出したとか騒ぐんやろうか。まあ、しょうがないところですね。そこはまだまだ市民権を得てないのと、まあ、理解を。なかなかまだいただけていない、ね、2メートルのボールバイソンちょっと笑っちゃったよねまあね、でもまあしょうがないよ。見てみたい、2メートルのボールバイソン。このサイズいるのかな。まあゆっくり時間をかけてね、ちゃんと理解を得ていくしかないね、こういうのは。真面目な話になっちゃった。ストちゃんマジむずいんだわ。難しいの？書きやすそうなのにね。あのね、あれの構図をちょい煽りにしちゃったから、ストちゃんって目の上の方がさ、前髪で隠れてるキャラなんだよね。で、今、団長の描き方だと、そこが見えるから、なんか、ストちゃん感が出ないというか。ああ、なるほどね。よいしょ、これは余計に難しい。団長が描いていた頭の中のあれ食べたいのが大好きで。ああ、ありがとう。6月だったかな、単行本が。最新感が出ますので、
これもまたよろしくお願いいたしますそうよね、部屋にボールパイソンいたらなんか2メートルかーってなったらちょっと鼻で笑っちゃうよね誰が2メートルって言ったんだろうねミルプのおかげで爬虫類の苦手な友達を爬虫類好きにすることができました。それは嬉しいですね。ねえ、なんかあれだよね、イミレプのレビューってなんかそういうの多くておもろいよね。ダイエット成功しましたみたいな、まあ、テーマにした漫画だからね、嬉しいよ。ダイエットっちゃ難しいな。そうか、うん、ミレパー教科書そうだよね、まあそういう感じで書いてますね、爬虫類の教科書。やっぱネットでね、爬虫類飼い方とかで検索すると買うのがすごく難しいですみたいな、マジじゃないと買えませんみたいな情報結構出てくるけど、あれもあれでね、ちょっともったいないかなってやっぱ思っちゃうから、出会いを大事にしつつっていう感じで伝えれたらいいねって感じですね。正しい知識を発信できればってことね。うん、待って、なんかマジこのアンティはすごいサクサクっといけたのな。あ、でも角度によって角なんか難しくなるのは分かるな。キャラクターが出しさが出ない角度ってあるよね、うん、そう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 、こんな感じかな。あれ、ちょっとだけアンティが適当すぎるから飽きたそう。見れば一匹一匹の説明が濃い。まあ確かに、ブラックマンバの真っ黒な口がめっちゃ好き。ブラックマンバは怖いよ。でも確かにブラックマンバかっこいいね。でもあれ描くのがさ、難しいんだよな。ブラックマンバ。絵に描くのが。普通の、蛇の顔とちょっと違う。外見にすげえ特徴があるわけでもないしね、あいつ。そう、特徴ないんだけど、バランスは、なんかブラックマンバのバランスなんだよね。うん。はい、バラライカ完成です。おお、かっこいいなんだろう、ちょい鳥山明感があるの、なんでだろう。あのね、眉が目についてるからだよ。ああ、そうかそうか、なるほど。いいね、膝ぶつけって言われたいね院長ね、あれだもんな、ブラックラグーン見たことないもんな。ちょっとだけ知ってる、両手で銃持つ人好き。レヴィ？いや、中国人。ああ、なんだっけ、チャンさんだっけかな。ああいうなんか一見モブとか思いつつ、実はめちゃくちゃかっこいいキャラ、すごい好き。ああ、でもいいよいいよ、確かに、すごいいいキャラ。ね。園長よりクールなんだと、そんなことない。同じ顔して。かわいい。園長さん昔からフォローしてるけど、どんな絵柄でもうまいな、すごい。ありがとうございます。それは嬉しいですね。ね。うん、ありがたい。あ、チャンさんね、チャンさん。把握。ちゃんと見るという。団長はロットンが好きです。ロットンとソーヤが好き。あれがいなかった、なんか。
ゴスロリ風のてかパンク風のこう、チェーンソー持ってるやつ。それがソーヤだよ。あ、それがソーヤ。うん。あの子かわいいね。ソーヤかわいいよね。なんかブラックラグーンの話からブラックマンバーの話になってる。あ、ショタね、あの双子のやつでしょ、確か。団長、そういえば、ちょっと前になんか、こういうこと言っちゃうかな。ちょっと前にソーヤ書いた。アラライカはクール、園長はキュート。そうかな。園長クールだと思うんだけどな。なかなか認められないね。いや、これは言い続けていくしかないよ、園長。頑張ろう。アピールしていけば。っていうか、なんか団長の方がすごいクオリティの絵になってるんだが。ちょっとやめてよ、ガチで描くの。団長はゆっくり描いてるから。団長今描くって決めたの、この二人だけだから。ゆっくり描いてる。そうや、データなかったわ。次どうしようかな。まだちょっと時間あるかな。みんなまだ時間いてくれるかな。いてくれるならもうちょっと書こうかなって思うけど。いてくれたまえ。いてくれるなら。あと多分3、4キャラぐらいいける。おお、じゃああと3、4キャラお願いしようではないか。よいしょ。うん、ありがとうございます。いてくれる？嬉しい。ありがとう。嬉しいな。じゃあちょっと新しいのを書きましょうか。よいしょ、よいしょ。ちょっと今回はね、前回結構顔だけの絵とかあったんだけど、なるべく1枚につき1キャラっていうちゃんとした書き方しようかなって思ってるので、ちょっとリクエストの全消化とかはできないと思うんですけど、まあ、また次回リクエストいただければ、前回もリクエストくれたなみたいな把握は多分できると思いますんで、いただければと思います。まーす。次回からはね、団長も参加してくれるでしょうし。あ、しないよ。あいや、これは園長の企画なので、団長はこうやってたまに時間続けてほしい。、はい、鬼やリクエスト耐久。あー、リクエスト全消化耐久。あ、いつかやってもいいかもね。でも全然、うんうん、耐久配信一回やってみたい。絵の耐久配信。そうそうそう、絵の耐久配信ってあんまない気がするけど。団長1万円をなんか完成させるよ、それで。店長はいっぱい書けばいい。なんか美味しいとこ持ってくな。明日6時から朝のコンビニバイトだけど、とりあえず寝落ちするまではいるよ。寝てくれ。それは寝てくれ。団長ね。でもまあ、いてくれるなら嬉しいな。ありがとう。バイト頑張ってね。ね、ほんと頑張って。団長も昔ね、朝ね、6時からのね、コンビニバイトやってたよ。初めてのバイトがそれだった。で、遅刻してクビになった。オチがひでえ。いやー、マジ6時とかつらいわ。高校1年生の時。バイト楽しかったな。じゃ、バイト苦手だったな。じゃさ、不器用だからさ、なんか、うん。そのバイトの時も、そこのコンビニの店長に言われたんだけど、団長と同じ時期に入ってきた別のバイトの子、同じ女の子で同い年の子が別の時間帯に入ったらしくて、その子と、君とだと、作業のスピードが、3倍ぐらい違うよって言われて。でも、お客さんに対する笑顔と、あと挨拶はとってもいいねって言われた。まあ、それは大事だよ。団長はできるのそれだけなんやなって。仕事は遅い。こういう感じでした。店長はね、あれだね、おばちゃん受けよかったね。うちの娘より女の子ってよく言われた。メスなの。いや、なんかこう、園長、その結婚式場とかで働いてたから、こう布とかを洗った時にちゃんと干す時にパンパンってやって干してたらさ、
立派だねみたいなこと言われてこれでって思ったけどなるほどね、うん、家事力高いってよく言われた。はい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 、家事力高い園長そう、コンビニもやること多いんだよね、うん、笑顔が素敵ならいいじゃんロザリンちゃんね、そう思います。思ってくれる？うん、いや園長は使える子の方が好きそうでしょうな雇用主はそうだと思うよ。上司として立つならね。うん、申し訳なかったな。なんかよく物壊してたし。それはダメだ。あれはね、なんかね、陳列棚の構造にね、何ありだったんだよ。普通になんかさ、陳列棚もさ、ロック外して引き出すとさ、あの棚の角にさ、瓶が当たってさ、落っこちる仕組みになってたんだよ。そんなん言われなきゃ気づかんやん。うん、だからそれで瓶をガシャーンと落としてバリーンって割って怒られた。園長エプロン似合いそう。あ、まあショップ自体は毎日エプロンしてたからね。あ、でもそうね、コンビニはタバコの銘柄を覚えなきゃいけないっていうのはあるよね、番号で。団長は、あ、確かにあれだった、わかんないから番号で言ってくださいっていつも言ってた。接客業をやるとさ、人に優しくなりますよね。あ、やっぱりそれはあるかもしれない。うん、接客業は人生で一回やって全然損はないと思う。まあそれはでもね、確かにそうだね。うんうん。もっともでございますな。実際に団長もあの社会勉強をしろって、そのあのバイトでいいからなんかちゃんと学びなさいみたいなことを言われてやったわ、バイト。でこれを園長に言ったら、社会人なめんじゃねえって怒られた。まあ団長はね、社会経験が皆無だからね。一人暮らし経験もないしね。ない。義務教育にしたらクレームやりそうだよね、接客。確かに。それは確かに。この番号レジの手前から見えにくそう。あれだよね、特に今さ、コロナ禍でさ、ビニールシートできたから余計分かりづらくなっちゃった。でもね、番号を覚えるのも大変なのよ。いつもコンビニで買い物するときありがとうって言っちゃいます。あ、でもいい子だ。あの団長ね、あれだよ、コンビニで買う品物を出すときに、バーコードを分かりやすい方に向けて出しちゃう癖が。それするとね、ピッてやりやすいからさ、店員さんが。そういう癖はあるな。店員さんに強く当たろうと思えない。ね、接客業やるとね、店員さんに切れようっていう意識が全くなくなるよね。大変なんだなって思う、なんか忙しそうにしてても。うんうん、なるべく店員とも喋りたくないんだけど感じ悪いかな。でも別にあれじゃないかな、全然、うん、クレーム言ったりさ、どうなったりしなければ全然いいんじゃないかな。この人はこう静かにお買い物がしたいんだなってなるし。うん、まあ園長の話だけど、やっぱショップ時代はこう爬虫類見てる人に、ショップ時代って言っても多分みんなえってない、なんかペットショップで店員してた頃にはこう見てる人にこう何か見てみますかみたいな声がけしてて、こうやっぱりいや全然大丈夫でほっといてくださいみたいな、よくあったけど、それ込みで仕事だからね、全然。うんうん、うん、うん、むしろそういう人の方が多いから何も気にしたことなかったな。うんうんうん、印象だけなんだけど、お二人とぼやーってしてるから怒らんそう。団長は特に怒らんな。団長は本当に怒んないね。うん、
あんまりなんかぶち切れるってことをしたことがないかもしれない。園長は団長にはたまに怒るな。うん、怒られる。目かゆい。ドラストでバイトしてて、明らか中学生デビューの子にヘアワックスの指南して、めちゃくちゃ俺言われた。かわいいかわいい話。あれだよね、なんかそう、何々デビューとかさ、なんか初めてやるぞみたいな時にさ、あの誰かに優しくしてもらえるとさ、なんかすごい自信持てるよね。だからこの子の中学生デビューを救ったと思うよ。ペットショップでおしゃべりするの好き。あー、確かにね、楽しいよね。でもね、ショップの店員は虎視眈々とあの販売を狙ってる。その人が好みを探って何か売ろうとしてるんだ。そうだよな。ちゃんと情報はインプットされていってんだよな。そう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 。そしてコロッと買っちゃう。あれだね、その喋りによってなんか自分の好きな系統が分かってくるし、いいよね。ブチギレてる男女さん、むしろ押せる。ほんと男女でもマジでブチギレたことないよ。ないね、ないわ。人生でブチギレしたことない。いやでもあのブチギレではないか、担当さんにたまに怒ってたことはあったで、昔の担当さんには。あーまあ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 、そんなことはあったかもしれない。もう怒ってるってよりもあれはあれだったけど、切れてる。うん、あの団長が怒れないから園長が怒ってくれた。団長が怒れなくてしょんぼりしてたら園長が怒ってくれたの。この前ペットショップで店員さんとゴキブリ談義。ゴキブリで、あ、楽しいよね。あれなんだっけ、あのあいつ好き。鎧モグラ違う。何あいつ。グリーンバナナローチ。あー、グリーンバナナローチ。グリーンバナナじゃないっけ、なんかあの、緑色のやつ。うん、見たね。名前忘れちゃったな。グリーンバナナだったっけ、なんかそんな名前だったっけ。あれ好き。かわいい。あとあれ。あのなんかエメラルドカラーのやつ。ああはいはいはい、はい、なんだっけあれは。あれはエメラルドローチ。エメラルドローチ。そう、あのねキラッキラに光るねゴキブリいるんだよ。でもね大きくなるとキラッキラじゃなくなっちゃうんだっけ。どっちかがオスかメスかが。メスじゃないかな。メス、だから買うのやめた。バナナローチいいよね。かわいい。なんか神秘的な色した。うん、ゴキブリリアルで見たことないって。北海道の人かな。北海道っていないんでしょ。ああ言うね。ね、そう、綺麗な緑なのよ。よいしょ。まあ、もうちょいで。あれ。ゴキブリ素人なのでドミノローチから鎧モグラでお願いします。まあでも、メジャー種なのか、そこのやつが。鎧モグラなんかそんなに売ってはいない気がするけどね、高いし。
でもまあ代名詞なんじゃない、ペットゴキブリの。ああ、なるほどね。うん、だってドミノローチとかはさ、ゴキブリを好きになってペットショップに見に行かないといないけど、うん、鎧モグラとかテレビとかたまに出るし。あ、そうなんだ。テレビで見たことない。本当？うん。配信始まる前に脱皮始めてたのに、西尾が綺麗に脱ぎ切ってた。お、おめでとうございます。脱皮中見ると嬉しい気持ちになるよね。うん。ゴキブリってね、いっぱいいろんな種類いるんだよ。はい、ベヨネッタ完成です。おー、あ、ベヨネッタ、あれだね。園長の絵柄にぴったりくるね。かな。うん。個人的にすごい思う、そういうふうに。もうちょっとうまく描けると思ってた。思ったより真っ黒だった。そうね。あんちょ、ベヨネッタはすごいなんか好きで、ゲーム買ったけどチュートリアルがクリアできなくて諦めた。そんな悲しい思い出。まあ、アクションゲームは難しいよな、やっぱり。いや、アクションむずいね。まあなんか、むずい、園長のむずいと団長のむずいはちょっと次元が違うかもしれないけど、うん。そう、ショートバージョンいいよね。ショートバージョン特に好きだもん。美しいお姉様。うん。確かになんかこのね、ポージングがいいね。団長、色まで塗ってる。まあ、だって一キャラだしさ、なんか一キャラというか一作品だしさ、やれるとこまでやろうかなと思って。南総里見八犬伝さんから、八犬伝じゃない、八秒伝さんから。12時間が何で12時間をかけん、うん、十二字が丘、テチとかタイトじゃなくて十二字が丘系でリクエストが来てる。十二字が丘系、あの血筋の顔が好きなのかな。団長ちゃんゲーム超下手そうって言われてる。うん、間違っちゃないね。間違っちゃない。ピクミンは好きだよ。ピクミンはね、結構やり込んだ。なんか超下手っていうかあれだよね、上手くなるまで情熱を保てないゲームが多いよね。あー、そうかもしらん、うん、ゲームをね、あの男女ね、子供の頃からゲームやってたんだけど、あのどちらかっていうとね、あの弟がプレイしてるの横で見てることが多くて、うん、だからね、あんまり自分でやるより見る方が好きなんだよね。園長もでも見る線だな。あの幼なじみといつもロックマンやってたんだけど、ボス戦に行くといつも幼なじみにタッチしてた。ああ、なるほどね。勝てないからやって、あの緊張感が嫌いなんだよ。ああ、ドキドキするから。そう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 、見てて楽しんでたいなってタイプだった、はい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 、だからね、唯一弟と一緒にやってたのが、スマブラと、あとあれ、ソニックのなんかソニックアドベンチャー2バトル、その2作品かな。この絵はどこかに上がりますか。一応ツイッターにアップするつもりです。うん、てちちゃん、あのギャルまとめ漫画で一番好き。あれはてちちゃんは人気ありますね、やっぱり嬉しいですね。ベヨネッタ、ながらみさんある。ああ、あるかもしれないね、確かに。ああ、確かに、ちょっとね、ショートの方とか特に、うん、確かにね。エアーマンが倒せない。倒せませんね。本当に。大人になって園長一回やったんだよ、ロックマン。なんか、新装版じゃないけど、スイッチかなんかでできるやつ。大人だから余裕しようと思ったらね、ボッコボコにされたね。すぐ心折れた。難しいんだね。難しい。見るのが好き、わかるね。友達とか、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとかいると、見る線やっちゃうよね。ホラゲのクリア耐久配信期待してます。だって。あ、でもホラゲはやりたい。団長ね、ホラーは好きだからホラゲやりたい。なんかおすすめのホラーとかないですかね。
これ面白いよみたいな。でね、ホラーゲーはね、やってみたい欲がすごいあるんだけど、青鬼とかしかやったことない。青鬼はなんかね、やったんよ。好きで。まあ、青鬼ドキドキするよね。うん。うんうん。スマブラも視聴者参加型配信。あー、それね、ちょっとやりたいね、スマブラね、延長。あー、スマブラね。うん。うん、まあ、ボコボコにされるだけの配信になると思うけど。まあ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 、それはそう。団長が勝てる未来が見えない。みんな上手いんだもん、ゲーム。ね。でもね、あの、ほら、団長こっからだから。これから多分、こうやって、みんなと一緒にゲームやっていくうちでなんか才能が開花する可能性がある。伸びしろしかない。団長には伸びしろしかない。ね、サイレントヒルめちゃくちゃおすすめされてるね。サイレントヒルか。あ、イブリメイク。イブね、もうね、やっちゃった。イブはね、まあ、リメイクはやってないけど、前作の方はかなりやり込んでしまった。好きで。うん、サイコブレイク。サイレン。サイレントヒル。タイトルだけで壊すと嫌だ。これ何？サイレン？これ試練って呼んでたわ、団長。ビデオカメラ持って精神病棟みたいなとこ行くやつ。うん、ああ、あれか。あれはもう園長見るのも耐えられませんでした。なんだろう。うんうん。ゴーホームっていうホラーゲー。ゴーホーム。ああ、ゴーホームもなんか見たことあるんだ。ピザ屋。ピザ屋って何？ピザ屋のホラーゲーがあるの？人間をピザにするとか。いや、あれでしょ。あの、ファイブナイトアットフレディじゃないの。何それ。あの、クマのやつ、クマのやつ。クマとかいろんなおもちゃが驚かしに来るやつだよ。あんねや。いや、あんた知ってたって。本当？うん。なんだろう、覚え、じゃあ忘れちゃった。記憶から消去されちゃった。うんうんうん。ゼロ？お、おー。みんなホラゲー好きなんだね。なぜ？アウトラスト。うんうんうん、ああ、アウトラストね、ダメです。やりません。え、なんで？怖すぎ。怖いの？え、そういうのやりたいな。やろう。絶対やだよ。園長、おしっこちびる自信あるもん。おむつはきゃいいの。それ、そんな解決策ある？え、ダメ？安心じゃん。だら。いや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 。リトルナイトメア、あ、リトルナイトメア気になる。かわいいよね。あ、あれはまあ、ホラーでもあれも怖いよな。ちょっと気になる、リトルナイトメア。でね、スイッチでできるとより良い。リトルナイトメアってスイッチでできる？確かあったんじゃないかな。あるスイッチあるなら、うん、あったはず。うん、めちゃめちゃいい。やんなよ。やろっかな。うん、全然いいと思うよ。そう、なんか気になって、でもなんか自分でやってみたいなって俺は思ったから、配信とかのなんか実況は見てないんだよね。リトルナイトメア？うん。ああ。まあでもあれはガチガチのホラーとはちょっと違うもんね。ああ、そうなんだ。ガチガチホラーかと思う。不気味系みたいな。あ、待って、ダメ。なんでコードかじる？猫がコードかじった。すぐ断線させるね。アウトラスト、確かバンになっちゃうシーンが。あ、そんなの。アウトラストは公式がおむつつけて販売。マジか。気になるね。なんないっすな。おしゃぶり配信は聞くけど、おむつ配信は初耳。あ、なんだこのさ、あの団長のさ、大切な充電コードを猫がかじるんだよ。こいつは怒るしかない。怒っちゃうよ、団長。
うん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 。いろんなアイテムや2とかもあるのか。へえ。いいね。気になるな。もっと平和なのやろうよ。なんちょ平和なやつだとさ、なんか多分逆に飽きちゃうと思う。なんかあれがいいのな。全然平和じゃないやつがいいな。めちゃめちゃ平和で、なんか、超のんびりしたやつか、全然平和じゃないやつのどっちかがいい。極のターンだね。ん？極のターン。そう。極端。極端。団長は極端な、極端な飼育員や。よいしょ。ピエン？ああ、ピエンね。はい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 。なんか、あの、公開された時結構やってる人いたやつなんで。ピエンが襲ってくるやつでしょ？そう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 。え、なんか音でかくてびっくりしそう。ホラーゲーか。見るのは好きですけどね、園長。団長園長は人狼ゲームはどうですか？アマングアスとか。アマングアスだって人いるじゃん。人が足りねえ。二人じゃできねえ。あの、どっかから人連れてこないと。団長たちとコラボ配信してくれる VTuber さんがいれば。園長の嘘つけないところとかが出て楽しいと思う。ねえ、団長。いや、園長ちゃんと、もしやるってなったら練習しとくから。あの、論破できるように。論破できるように。団長ダメだよ、嘘つけない団長も。団長あれだもん。あの、アマングアス自体は、あの、やってたの、団長結構。お友達と。で、やってて、あの、問い詰められると団長白状しちゃうんで私がやりましたって言っちゃうからダメだった。あれもうほとんど犯人バレてる状態でさ、まだ続く時のあの悲しさったらないよね。まあでもあれだったな、上手い人はさ、すごいそれでもなんか納得させられちゃうというか。本当？もう終わってくれって。そうかもみたいになっちゃうから、あれすごい上手い人はやっぱすごかった。はい、サスケくん完了です。ホラー映画同時視聴ね、やりたい。ホラー映画同時視聴。お、サスケがあ、かっこいいね。かっこよ。あれだね、あの漫画版原作版っぽい感じがするね。いいね、いいね。いや、岸本先生の画力はやっぱやばいね。いやー、うまいよね。うますぎ。なんか絵で描く人ほど、あのうまさ、なんかビビるよね。うん。あの、その構図捉えれるのっていうのが結構ある。はい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 。実際なんか、あれだよね。あ、なんか、この人すごい、岸本先生に影響を受けてるなって。っていう絵描きさん多いよね。うん。あ、普通の他のジャンプ作家さんよりも見る気がする、個人的には。ね、パチパチありがとう。ありがとうございます。嘘つくの苦手な、そう、団長たち嘘つくの苦手なんや。よいしょ。こんな感じね。どうね。ええ。うんうんうん。岸本先生の弟さんの漫画。ああ、はいはいはい。パターンね。ね。なんかあれ見るとさ、岸本家何かあったのって思うよね。なんかどっちも主人公がさ、生まれながら何かに呪われてるじゃん、ね、はい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 、確かに。うん、なんかすごい心配しちゃったよ、勝手にあれ見たとき。
はいはいはい、まあ言わんとすることは分かるな。久保先生も、あ、そうだね、久保先生に影響を受けている人も多い。ただ久保先生に影響を受けている人は分かりやすすぎるんだよな、なんだか。確かに、なるほど、癖が強いってことだろうね。あと、うん、岸本先生はさ、あの画力の根本的なさ、画力がないと影響を受ける段階にまでいかないじゃん、あ、そもそも、はい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 。でも久保先生はやっぱ漫画の絵だから、うんうん、こう影響を受けたなっていうのが分かりやすい絵だよね。あ、はいはいはい、確かにそこの違いもあるかも。うん、なんでもちっちゃい時好きだったな、ブリーチ。何書こうかな。こいつ書いたことないけどな、書けるかな。うんうんうん。あ、ナルトのね、アニメの BGM めちゃめちゃかっこいいよね。BGM じゃないけど、団長よくカラオケでナルトの曲歌うよ。アニメ全部見てないけど。ん？何かこう。そろそろまた渋おじのお時間ですか？渋おじはあれだね、ワンローテに一人二人が限界な気がするね。みんなの希望的に。体力が。みんなの、みんなの。体力は全然いけるけど。みんなの体力。みんな喜ばないでしょう。ナルトの印ってあの手のやつ？臨病当社怪人列在前。何、なんかやってる子いたな。小学校の時とかもやってる子いたわ。死亡事故ないんですか。悲しみは優しさにいい歌だよね。あとあれなんだっけ、オレンジレンジのザロックの。こいつ難しすぎるな。絶対書けない、やめよう。え、誰かを読めば。いや、今渚かおる書こうかなと思ったんだけど、書ける気がしない。え、かおるくん書いてよ。いや、かおるくんマジ絶対無理だと思う。本当？そうかな。うん、え、かおるくん難しくない？団長書ける？まあ、団長はそんなに、まあ書けはするだろうけど。じゃあ団長書いてよ、かおるくん。団長のイケメンそんなに重要ない。あー、殺し屋一のあいつね、あれなんだっけ、名前、柿原って読むんだっけ、こいつでしょ。殺し屋一、読んだことないんだよな、ちゃんと。気になったものも読んでない。なんかこんなすげえ鼻のでかい顔してた。なんかこんな感じの人だった気がする。なんか痛そうな傷入ってんね。うん、ド M だからね。あ、ド M なの？それ自分でつけたの？自分でつけたわけじゃないんじゃないかな。そうか。あ、そうだ、口裂けてるんだ。そう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 、こんなんだ、こんなの。あ、一気にそれっぽくなった。何色がいいか、こんな色か。背景をそれっぽくしよう。
漢字はトーラブのキャラとか書けます。トーラブはいいよ。団長あれもミュージカル刀剣乱舞のオタクだもん。そうだね、団長好きだよねそう、あのゲームもさついていけなくなってやめちゃったんだけどさ、豆苗だけは見てんだよな。あれも真剣乱舞祭もチケットを友達と一緒にいっぱい取ったしな。団長の最推しあれだけど、ミュージカルにしか出てこない歴史上の人物の人だけど出るんだよ久しぶりに。ね、パンスト姉妹なんかカラー映えすんだよね。よいしょよいしょ。じっくり描くな。よいしょ。いやー、せっかくだしなーと思って。まあでもこのやり方がいいかもね。団長がパパパーっと描いて、団長がじっくり描いて、園長がこう、じゃあ。はい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 。ね、両方楽しめるね。なんじゃ、ヒプマイはね、ある程度途中まで結構あのダイスが採用しです。団長、園長の採用し10とだよね。うん、珍しくメガネ男子に燃えました。手袋にやられたり。うんうん、団長の今つる、うん、桑名くん、物吉くん、備前くんだっけ、武前くんだっけ、うん、だほは団長もホタタが好きだ。ホタタ好きだ。ホタタも好きだし、アカシさんも好きだ。アカシさんは、あれだね、豆苗にも出てるから、豆苗では推してますね。みだれちゃんか。みだれちゃん結構あれだよね。園長好きだったよね。みだれちゃんってどれだっけ？あの、なんか金髪ロングの、わからん。命七つ乱れつきしかわからん。え、あれだよ。かわいい。普通に女の子みたいな、この。ああ、あの子か。はい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 、はい。でも、外で言うとそんなに。もっと好きなのいっぱいいる。あの、一番好きなの、あれだよね。ゴコちゃんだよね。ゴコ隊。まあ、ゴコ隊。でも、今の剣かな。あ、そうなんだ。うん。あんなにゴコちゃん、ゴコちゃん言うてたの。ゴコちゃんはフレンチ料理、うん、今の剣は白米って感じ。なるほどどっちもいいけど違う良さってことだね。うん、うんうんうん、あ、二階堂だ、本当だ。お、伝わる。うん、見てないうちに画面にタイマンかかんの。はい、もリクエスト来てないから。うんうん。担当なら、あつくんが好き。ああ、いいね。男らしい。あのちっちゃさで、男らしくていいよね。あと、あの子好きになりました。ゲームで、あの、誰が好きって言ってました、園長。何を？何について話してるの？え？トーラブについて。ああ、あのちょっとアイライン入ってる子。アイライン結構入ってる子いるからね。アイシャドウっていうか。アイシャドウ？誰だ？こんな感じの目の子。ん？泣きギツネ？違う？違う。あれ、可愛いって言ってる子。え？
いつ言ってた子トーラブの体験版やってさ、あ、この子いるなっていう。はい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 。あれね、何くんだっけ、名前をど忘れしちゃった。忘れちゃった。男女と、あの、豆苗でも割と押してるんだけどな。うん。あ、ひなたくん。ひなたくん。あ、そう。じゃあ、ヒューガくん。ヒューガくんか。ヒューガくんだ。あの子はかわいい。ヒューガ。うん、ヒューガ正宗だよね。うん、合ってた。よいしょ。団長の方は割とできてきた。目力をちょっと増やしたい。よいしょ。ドロヘドロいいよね。男女好きや。よいしょ。ドロヘドロアニメまた2期やるよね。多分。俺はやるでしょう。早く始まんないかな、やるんなら。あの人たち好きなんだよね。あの美味しいんでしょ。違う、んまだ出てない一期で、あの、魔法力のない人たち。あー、がね、毒が、あ、そう、毒がとかのあの集団、十字目集団。そう好き。いや、そう。これでどうしようかな。この辺色をつけたらそれっぽくなるかな。うん。よいしょ。色をつけてそれっぽくする。うん。園長さん毒が好きそう。可愛いよね。団長も好き。ファンストできてきたよ。うん、二階堂完成です。おお。いいね。背景までついて。若干カイマンが見切れてる。なんかさ、ドロヘドロ見てるとさ、餃子食べたくなるんだよね。ね。大葉餃子。大葉餃子。いいね、パチパチ。パチパチありがとうございます。あと、団長ずるいな、自分。でもちょっと、あの。こんなゴリゴリにやっちゃう。団長だって別にリクエスト受け付けてるわけでもないからさ、このぐらいしよいしょ。パチパチありがとうございます。よいしょ。これじゃない、結構書いたかな今日。書いたんじゃ、結構な量書いた。なんかちょっとそれっぽくして豪華に見せたい。見えがなんかそれっぽく。あ、ジョンソンいいですね。あ、はい、かわいいね。猫と太郎さん、はい、おやすみなさい、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました、来てくれてありがとうございました。あ、そうだ、さっきからこの絵とかはツイッターにあげますかって言われてたんだと。園長あげるよね。園長あげるよ。うんうん。
あげるって。このぐらいピンクい方よいしょ。班長のパンストイラストお金払いたいってゆうかさん眠い眠いなら寝てくれそうだな、もう11時半だ、もう11時半だからね、うんうん、完成したやつらはゴールデンカムイの二階堂くんね、だがネパル大丈夫かありがとうねありがとう、あんま無理しないでね、そうだね、もう明日だって平日だもんね、月曜日だといえば学校やお仕事の人だっているんですよね、なんか絵描いてるとさ時間忘れちゃうよね、忘れちゃうね、うん、あと一人ぐらい描いて今日は終わりにしようかな、ほうほう、ちょっとじゃあ園長も頑張る絵描こう、最後明日は休みなので何時まででも見れます、いいなぁ明日は休みか、うん、みんなあれだもんね、もうすぐゴールデンウィークだしね、そっか、ゴールデンウィークか、ゴールデンウィークなんかやろっか、ゴールデンウィークらしい何か配給配信やろか、それこそホラゲー配信とかやれば、あー園長ホラゲだったら何がいい、ん、園長ホラゲだったらロム線でやんないそもそもでも園長が叫ぶとこ見たい人いっぱいいると思うよね、めぇゴールデンウィークは多忙期です、豪雨になればいいわかる、途切れ途切れのゴールデンウィーク休めない人はやっぱ休めないよね、なんならみんなが休んでる時期に忙しくなる人も多いもんね、お疲れ様です。腰やら首痛めがちなんですけど、お二人はどんな対策してますか、整体行きますね、やっぱり、うん、マッサージ、うん、マッサージというか整体、うん、根本から解決してもらう方法を取ってますね基本的には、うんうん、あとはあれがいいかもね、あの園長にやればって言ってるんだけど、なんだっけ、筋膜リリース注射、よいしょ、注射でコリを良くするやつね、園長、うん、やりに行った方がいいよ、団長がホラーでやって、園長がその芸のキャラを描けばいい。どんな配信お二人のお絵描きソフトはクリスタですか？そうです。今描いてるのは二人ともクリスタだね。うん。たまに編集にフォトショップ使うかなぐらい。団長はね、色塗りにはね、基本的にね、あれなんだな、サイ使ってるんだな、サイしか勝たん、実際にサイ以外で色塗った時とサイで塗った時とで完成度が全然変わるんだよなうん、首肩がバキバキなのにどこに行けばいいか悩んでます。割とね、もう近いところで通いやすいところ
って整体ならね、あのとりあえずどっか行ってみるといいよ。それで合わないなって思ったら別のとこ行ってみたいな。どうした、麦麦、どういたの、どういた、どういた、ないない、おいで、どういたの、うーんってして、お腹すいたか、晩ご飯あんたまだだもん、麦麦晩ご飯食べるか、麦麦晩ご飯あげてくるわ。うん、了解です。画面を引きにして一瞬離席します。よいしょ。ね、ボキボキ鳴らす声帯ね、上手い人はなんかボキボキ鳴らさなくてもやなんかできるみたいなこと声帯師さんのうちの人言ってましたね。今通ってるところの人はやっぱり合う合わないはあるから、ボキボキって鳴らしてくれるのもやっぱ気持ちいいですもんね。ご飯あげてきたわ。よいしょ。満足しましたか？食べてる。麦麦さ、横着だからさ、お手、おかわりって両方さ、やらせようとするとさ、手に両手乗っけてくるんだよね。両方出せばいいんでしょ、両方って感じ。犬は結構やるよね、それ。うん、特に柴犬はね、やってくる。うん。お帰りありがとう。よいしょ。ゴールデンウィーク深海魚漁とかガサガサオフ。何ガサガサオフって。深海魚漁は気になるね。お二人の仕事用の椅子はどこのブランド使ってます？店長はアーロンチェアだよね。うん。団長のなんだっけ、団長はね、なんかね、別のとこだけどね、団長は女性向けの、あの、いいやつって言われてるやつ。検索したら出てくるかな。よいしょ。おー、ネウロ。ネウロやばい、めちゃくちゃ難しい。麦麦。団長、自分まだ夜ご飯食べてないので餌ください。仕方ないな。団長の今団長の近くにあるこれあげるよ。よいしょ。蒸し茶漬け、海口が醸し出すコーン風味をレモンが包む特選上級あるよ、食べる？そうね、ネウロってやるとヤコちゃんも見たくなるね。あ、ちゃんとあるよ。あたラフラに。いいね。団長の買った椅子どれだっけ？店長に買ってもらったんだよね。どれだっけな、忘れちゃった忘れちゃった名前。でもね、団長のもなかなかいい。まあ体が資本だからね。うん。蒸し茶漬け、虫、あの昆虫とかの方の虫。あー、お腹いっぱいでした。そんなこと言わないでさ、一緒に食べない？生じゃない。多分乾燥してんのかな、これ。うん。
カイコとアリとバッタが入ってるって。団長完成した。おお、そっち面にしていいよ、全然。いいよ、できたから終わり。いや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 、おかしいおかしい。よいしょ。よいしょ、延長画面をせっかく。いや、ちゃんとそれ映しないよ、一回ちゃんと。まあ、あとでツイッターの受けるよ。あ、これを動かしちゃいかん。これで。はい。カイコはいい。みんななんかさ、虫に対するさ、これならいけるみたいなのあるよね。カルシウムパウダーもかけてもろて。これはもうあれなのね。爬虫類用の餌なのね。園長、園長が食べたいって。園長食べたい？園長食べたいならこれ持ってくよ、今。ねえ。無視するし。無視だけに。ああ。でもね、園長はね、本当に。本当にゲテモノ食べたくないんだよね。だって残念だ。あれだよね、あのさクジラカ動物園でさ、コオロギ食べないのってさ、延長ぐらいだよね。食っとるわ。食わされてる。ダメで、反芻しないで。団長の寒いギャグを反芻しないでください。クジラカワ動物園のイエコとクロコどっちメイン？イエコだよ。クロコオロギあんまりあげないよね。うん。園長のふふとすごい黒幕感あってクールだったよ。クールだって。クール。ん？ダメだ。集中して聞いてない。クールっていう言葉だけ聞こえた。クールって言葉だけに反応した。いや、園長のフフがすごい黒幕感あってクールだったよ。何フフって笑い方？うん。ああ。もう一回やってくれた。クールだろ。なんだろうね。園長がそう言うとさ、ピン芸人のスギちゃんのワイルドだろうみたいな、笑いすぎて。やめろ、クールと程遠いだろうが。うん。国連が無視食推奨してるんで、練りコオロギぐらいはそのうち身近になるかも。ああ、そうだね。全然ね、コオロギはね、本当に食べやすいし、全然臭みもないしね。うんうん。ネウロのスカイダイビング。カイコとかワーム系めっちゃ気になる。うん、その辺はね、結構食べて楽しいよ。最近ゲテモノ食い系の YouTuber がマイブーム。クジラカワ動物園でもゲテモノ食いやりたい、今度。なんか計画する。クロコのキープ何点あって苦労する。クロコオロギ臭い、やだ。次回は団長の書くロットンもお願いします。うん、ロットン好きだけどね。ロットンはあれだよ、杉田さんなんだよ、声。炎上。ロットって誰？ブラックラグーンに出てくる殺し屋。ああ、わかんねえや。園長が好きって言ってたソーヤーと同じ、うんうん、なんか割と仲のいいグループというか、あの3人組の1人。あ、そう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 。すごい中二病なの。みんな中二病じゃん。まあ、そうなんだけど、なんだろう、わかりやすい中二病といえばいいのかな。
ビジュアル系バンドのボーカリストみたいなことをしてる。ロットン・ザ・ウィザード。どうしたらかっこよく登場できるかみたいなことを考えてる最中に、なんか、屋根から落っこちたりする。みんな考えてそう、あの漫画のキャラ。そう考えると中二病ってなんだろうって気持ちになるね。うんうん。地元が無視食文化だったので平気。ああ、子供の頃から食べてたとかは結構大きいかもね。異物混入プリンのコオロギ美味しかったです。異物混入プリンうまいよな、あれね。ある一時期から異物混入プリンのプリン本体がめちゃめちゃ美味しくなって。なんか最初の方ただのプッチンプリンかなんかだったんだけど、途中からそのコテちゃんが作るようになったんだよね、プリンも。だから途中からやたら美味しくなった。そうなんだ、よう知ってんな。もう言ってた。そう、ロットンが絶妙にダサい、だから好き。まあ、でも確かにそれはあれだね、杉田さんっぽいね。あ、そう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 、いいよ、いい杉田智和だ。そう、お酒は飲めない、大体園長だね。うんうんうん。大学の入ってたサークルに虫を食べる会って裏組織があった。大学の裏組織かっこよ。ねえ、ロットン割と延長目あるよね。ねえ、ヤゴちゃんかわいいね。水先生の絵ほんとむずいわ。なんかあれだよね、ヤコちゃん特に結構さ、普通のショートカットかと思いきやちょっと違うしさ、バランスむずいよね。むずい。うんうんうん。一回なぎさくん描いた時も思ったんだよね、めちゃくちゃ難しい。あ、そっか、なぎさくんあれか、暗殺教室のなぎさくんか。そう、松井先生の釣り身キャラってさ、うんうん、こういう感じで下まぶたないんだよね、うんうん、あ、はいはいはい。でもこれで可愛く描こうとするとすごい難しいんだよ。あ、まあ、目力弱くなっちゃうよね。そうそう、でもなぜか松井先生のキャラはそれでしっかりしてるから、うんうん、めちゃくちゃ難しい。ああ、なるほど。うん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 。そうね、ソーヤーとシェンホアとロットンの3人の組み合わせかわいいよな。ゲームしてたりな。アニメや千葉茂とか、関さんってさ、そういえばさ、男女読み方知らないんだよね。関何彦っていうのみたいな超ベテランが、やられ怪人で出てくるよね、豪華。うんうん。院長の釣り目出勤。わかる。ありがとう。お酒飲めない、クールにこだわる、中二病、ロットンと園長共通点多い。そうなのかな、うん、トシヒコか。なんか漢字読むの弱いからさ、読めない声優さん結構おるのよね。うん、あのプリン、あの異物混入プリンのプリン。よいしょ。この辺のさ、まだしたか。
OKOK でしょ。うん。そう、なんかさ、声優さん結構難しい感じ多い。うん、園長のニット帽外れるよ。なんで突然外したの？ん？何もやってない。え？なんか外れたが。ほんと？まあそういうこともあるよ。落っこちた。うん。ちょっと今、結構ガチめの集中してるからだね。あ、なるほど。集中してて、スルッて落ちちゃったみたい。うん。うちの地元にも下駄物出してくれる店欲しい。近くにあるとね、より行きやすいしいいよね。でも下駄物はさ、自分で作って食べる楽しみもあるよ。ないよ。ないよ、そんなものは。あるよ。そんなものはないよ。コオロギスナック食べてみたい。コオロギスナックだったら無印に売ってんじゃなかったっけ。確か無印にあった記憶が。今は売ってないのかな。前にあったよね。イナゴの佃煮。ああ。どうすんならね、もっとなんか素材の味感じる系を食べてみてほしいね。うんうんうん、私は難しいけれど肉はいろんなの食べてみたい。あ、お肉はね、うん、普通に美味しいの多いからね。うんうん、いいと思う。あれだね、ラクダ肉とかね、園長大好きだし。何気にもうちょいで4時間、マジか。お絵かきしてると時間はすぐ経ってしまうね。確かに、もうそろそろだわ。うん、オッケー、終わったー。おお、さすが完成です。さすがや。カブトムシ食べたことあるよ。まずい、食べづらいし、まずい。タガメとゲンゴロウ食べてダメだった。あ、そうか。あ、タガメはともかくゲンゴロウもダメか。ゲンゴロウ結構うまいけど。カブトムシは美味しくなかったな。まあ、よかった。うん、あ、パチパチありがとう。お腹い鍋美味しい。うん、リスもうまいね。あの辺うまいよな。団長ね、ギラファノコギリクワガタも食べたことあるよ。うん、カブトムシは幼虫もめちゃめちゃまずいらしいね。恋男たちに囲まれるヤコちゃん、確かに。イエローテンバランス団長。んううジョジョネタだね。どういうこと？イエローテンバランスっていうスタンドがあって、うん、そいつがカブトムシ食うんだよ。え、ココナッツの筋よ、そうに違いないわっていうネタがある。それが団長だというのか。団長、園長のスタンドなろうかな。勘弁してくれ。何の役にも立たないが。パチパチありがとうございます。ギラファめちゃめちゃ食べるの大変だった。ラバーソウル、ラバーソウルもあれ、ジョジョネタ。ラバーソウル、あ、ラバーソウルがあれ、ラバーソウルってなんだっけ。ラバーソウルっていうとさ、昔のパンクスが履いてた靴の方を、男女も昔履いてた靴の方を思い出したよね。そろそろ落ちます。今日も楽しい配信ありがとうございます。あー、アルフさん来てくれてありがとう。うん、お疲れ様でした。お疲れ、またね。うん、あ、男女何でも食べる。納豆以外なら、納豆とドリアン以外なら食べる。
私ヌートリア。ラバーソールがあの本体か。そうかそうか。私ヌートリア食べてみるかな。なんかね、園長スティーリーなんとラバーソールいつも混じっちゃうんだよね。うんうん、ヌートリアうまいよ。ほんほんほん。サソリはエビの殻をあげたようでした。まあ、でもサソリはね、種類によるよ。あのデザートヘアリーみたいなちっちゃめのやつはさ、多分そんな感じだけど、あいつやばかったよな。なんだっけ。大王系な。あ、そうそうそう、大王サソリ系。なんかアジアンフォレストだよ、そんなんだ。うんうんうん。あの辺はえぐい。園長な、うん、園長がなんか泣きそうになったやつ。ハコハコさんお疲れ様でした。おやすみなさい。うん、ハコハコさんも眠気限界までお付き合いくださってありがとうございます。また今度遊ぼうね。バイバイ。一番好きなスタンド何ですか。一番好きなスタンドか、難しいな。一番好きなキャラはもうダントツでキラヨシカゲ。3部の、うん、4部の方のキラ。一番好きなスタンドなんだろう。悩んじゃうね。あ、でもやっぱクレイジーダイヤモンドかザ・ハンド好きかな。基本的に4部が好きですね。あ、米蔵さんもおやすみ。二人の配信すごい元気もらいました。労働頑張るぞい。頑張ってくれ。労働頑張ってくれ。疲れたらいつでも、クジラカー動物園に戻ってきてくれたまえ。バイバイ。ペットのナマズ食べたことあります。うん、ナオトさんもお先に失礼します。おやすみなさい。お疲れ様でした。ナモトさんもお疲れ様でした。おやすみなさい。まあ、でも言うてやれやな。これで園長も最後の一枚が終わったし、ここで、うん、そうだね、あの締めの言葉を言って、それで来週もお疲れかな。うんうん。時計用 BGM は何部が好きですか。時計用 BGM は第5部ですね。ちょっとジョジョ語りは長くなっちゃうから、また今度話しましょうか。もう本当に園長がさ、そういう好きな漫画語る配信をやればいいよ。好きな漫画語るってなるとあんま出てこないよね。うん、あ、とりあえずこの配信が終わったらピヨコの動画もう一回見る。ありがとう。あの、ピヨピヨの、クジラカー動物園のカワウソ、あの、ピヨコちゃんの動画が本日上がりましたので、まだ見てない方はぜひ、あの、ね、見てください。うん、かわいいです。よし、じゃあ、お疲れの名前読みをしようかな。はい、お願いします。はい。よいしょ。なおとさん、ずんだもちさん、ごんぎつねこんさん、山男のなつみさん、はやせあらためさん、よいしょ、おぱおぱさん、そらまめさん、アレクさん、ガランドーさん、松田心さん、あんころもちさん、よいしょ、あ、飛んでた。そらにさん、田中太郎さん、もぐもぐ57さん、アクシズチャンネルさん、TT さん、ゆうかさん、アレクさん、くまシーさん、オルトさん、スジョイさん、アニコテさん、NH さん、ニョロニョロさん、マイチャンネルさん、ミロロさん、ピースさん、とあるアップル好きさん、松田心さん、タブさん、ケイチャロさん、イグニスファッツィさん、ココンさん、ゆうかさん、チタタプさん、山田さん、TT さん、そら豆さん、夜ふくろうさん、はるさん、あ、アーカイブ見ます。ありがとう。T、くに BS さん、ロザリンちゃん、ゾウムヨシダンさん、ライオンマルさん、ガーネットさん、トリンプさん、セラマドカさん、マイチャンネルさん、ステインさん、中国産カボチャさん、マイチャンネルさん、くましーさん。みんなありがとうございました。長丁場のお絵かき配信だったけど来てくれて嬉しかったです。じゃあ園長からね、締めのお疲れマーメイド。これ毎回なの本当に。うん、うん、は2回目の、リクエスト配信ということで、前回来ていただいた方、今回初めて来ていただいた方、
いらっしゃるとは思いますが、ご視聴いただきありがとうございました。前回は、リクエスト続きからという形だったんですけれども、次回はまた改めて一からリクエストを募ろうと思っております。今回ちょっと書けなかった方も、できればまた良ければぜひ次回またリクエストいただければと思います。基本的には全部消化できるといいなという意思のもと頑張ってまいりますので、またぜひ今後ともよろしくお願いいたします。次回はね、多分団長も書いてくれると思うので、延長リクエストと団長リクエスト分けてやっていければなと思いますが、書かないよ、書かないよ、書かないよ、やないよ。まあちょっと説得しておきますので、やないよ、じっくり書く団長と、まあ、パッと書いちゃう延長で、まあ、2枚でやっていければなと思っております。また今後とも次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では閉店ガラガラ、お疲れマーメイドでした。はい、ありがとうございました。団長とネロに似てね、キザバ。うん、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。おやすみなさいませ。またみんな会おうね。歯磨いてお風呂入って寝ろよ。バイバーイ、疲れー。